始まりました活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森直人と申します。どうぞよろしくお願いします。じゃあまずはメンバー紹介ということで、はい、まず轟木幸雄師匠まあ、ね、2回目ということで2回目ですね、ノマドランドを徹底感に続く、はい、2回目のご登場ということで、はい、とありがとうございます。お邪魔しちゃいました。いやいやいや、もうどうかそう言ってた、はい、あとはまあおなじみレギュラーメンバーなんですけども、はい、はい、月中理恵さん、よろしくお願いします。上皇心さん、よろしくお願いします、はい、という以上4人で何をするかと申しますと、今回のお題は浜口竜介監督ドライブマイカー徹底解剖ということになります。まあ皆様ご存知の通り、本で2021年7月第74回カンヌ国際映画祭脚本賞をほか全4巻獲得で、劇場公開が8月20日でしたっけ、20日ですね。そうですね、はい、でまだロングラン大ヒット中ということで、すごいですよね、はい、でしかもあの12月には12月17日ですか、はい、はい、ザ・ベルリン国際映画祭銀熊賞審査員グランプリに輝いた、偶然と創造の劇場公開も控えているという、ちなみにあの昨年はね、あの共同脚本を務めた黒沢清監督スパイの妻がベネチアで銀獅子賞を取っているということで、連続ですね、また瞬く間に三大映画祭制覇しました、ね、全てを抜き取った浜口竜介監督とドライブマイカーメインについて勝手にいろいろ語ってしまおうという企画でございます。ちなみに僕まだ浜口さんとは面識がないんですけど、皆様はお話しされたりしていますよね。そうですね、私はあの今回でもしっかりインタビューしたのはこのドライブマイカーが初めてなんですけど、あのたまたま何回かインタビューする機会があって、あとやっぱりその前からなんて直接的ではないんですけど、うん、割と世代がちょっと近いというか、確かに、あの何か近いところにいらっしゃるっていう感じで、うん、ちょっとだけあの面識はありました。肩の方法の、はい、肩とのその感じとか、高橋さんとか、いやとかではなくて、あのなんて言うんでしょう、もっと浜口さんがそれこそ実習映画で、うん、あの芸大で作ってた頃の、うん、なんて言うんでしょう、あのまあ、単に最初は見に行ってるだけだったんですけど、うん、浜口さんの映画をその頃から出たり、うん、あのプロデュース、そのうちスパイの妻もされた岡本さんという方が、うん、私が作ってた映画横丁 の、うん、あのプロデュースもされてきてくださったので、なるほどなるほど、そういうつながりがあったりとか、あのそれでハッピーアワーもパンフレットちょっと編集を手伝ったりとか、うん、なるほどなるほど、そういうつながり、じゃあもうほぼ近いところに、はい、いたという感じで、登録さんはどうですか。ちょっとね、世代がまあ違うので、そうでしょう、ね、本当に新しい世代の作家がこう、うん、まああれですね、台頭してきたということで、うん、だんだんこうまあ接近してきたというか、いよいよこうね、まあ僕みたいなこう老頓なこう評論家、評論家というか書き手のところにまでやっぱりこうね、確実に作品がこうひたひたとやってきて。うん、でなかなか取材する機会なかったんですけども、あの今回あの、まあ、ドライマイカーは機会がなかったんですが、はい、偶然と想像 で、 あ、そうですか、お話が聞けることができたんで、うん、まあ、初めてお会いして、うん、とてもフランクな方で、あ、そうですか、良い時間だった、そうですね、やっぱりこの、ね、ドライマイカーにも関係してくると思うので、うん、ちょっとその話も間に入れながらということで、ぜひぜひ、はい、お願いします、はい、ジョさんは、私はあのー香港国際映画祭の時一回、うん、あのマーケットで話はしましたって感じですね、うん、あ、じゃあ立ち話みたいな、立ち話というか、まあ、割と 3,40 分ぐらい長く喋ってインタビュー以上ぐらい、あのなぜかというと、うちの、まあ、カメラマンの主さんの友達がその当時、はい、浜口さんの通訳でやっているので、そうなんですか、あの香港での、なるほど、そこであの確かに山本プロデューサーも一緒に、あ、そうなんですね、はい、そこでいろいろ話しているので、その後メールとかたまに連絡している感じです。なるほど、じゃあ僕だけちょっとまだ距離がある状態でちょっとあの語っていきたいなと思うんですけど、はい、まず、ドライブマイカーですね、今回はこれパンフなんですけども、まずここからじゃあざっくりした感想からいきましょうか、はい、じゃあ月永さん、どうでしょう、あのそう、まず感想を言うのが何て言うんでしょう、言い出すとどこからどこまで話していくか、確かに、ね、感想難しいです。ちょっとところではあるんですけれども、はい、一番でかいところ、ま、一番大きいところで言うと、うん、やっぱり、まあ、まず2つあって、やっぱり1つは、いや、よくここまで壮大なというか、その壮大さもまたちょっと、うん、
ね、後ほど語れたらと思うんですけど、はい、うん、ここまで大きなあの物語あのっていうのをこんな一本の映画にできたっていうのは、いやちょっとすごいなというまずその驚きがありました、うんうん、でもう一つはやっぱりあの若い頃からというか20代から濱口さんの映画、それこそパッションの頃から同時代で見てきた人間として何か一つのやっぱり集大成だなという、全てがこれまでやってきたことの全てが詰まった作品だなっていう、そういう一つのちょっと集大成を見れたっていう感動、その2つがまずありました、ね、なるほどなるほど、よくわかります、はい、戸崎さんいかがでしょう。あのまあ村上春樹の映画化ということで、まあ村上春樹ねの作品はまあ結構映画化作品がありますけども、でまあ人によってはそのね映画化されたものが原作と違うとか、あるいはなんかまあ起用方編はいろいろあると思うんですけど、僕は割とその村上作品の映画化って好きなんですよ。そのどれも分かります分かります。でノルウェーの森もなんか結構公開当時はいろいろ言われてましたけど、僕は大好きなんですね。であとまあ昔のその大森和樹がやった風の歌声なんかも、まああの時代のものを何て言うかな、雰囲気も含めて好きですし、でまあ今回そのまあ最新版のね「ドラマイカー」も、まあこういうそのアプローチっていうか、こういうのがまたまあこういうはあのお話しすると思うんですけども、あのまあ、完全に自分のものに引き付けて撮ってしまったっていう、だからまあ村上さんをこう飲み込んで自分で咀嚼して、うん、でこういう、あの、まあ、浜口さんカラーに染め上げて吐き出したっていう、うん、まあ、その、まあ、なんですかね、腕力の凄さにまず驚いたのと、うんうん、あとこれはまあ僕の完全なあの、まあ、妄想組合っての感想ですけど、はい、まあ、前からその濱口さんの作品に何かあの侵略 SF 的な何かこう、まあ、ホラーなり何かに近いようなあの感触を持っていて、でそれ もう今回この作品で感じられたので、まあ、途中からこう、まあ、タイムサスペンス的なものをあの楽しみましたね。だからもう何ていうかその作品 その、まあ、村上さんの世界プラス濱口さんの持ってる資質が合わさって、まあ、かなり最強な作品になってると思いました。さすがいいポイントばかり出ますよ、ね、欠かせないポイントばかりを2人から出たと思うんですけど、ジョーさん、いやもう2方はかなりいろいろ喋りましたけ、ね、ど、ね、これでいいんじゃないかって完全に感想だけに言いますと、まあそれも月菜さんの同じ、まずは集大成的な一本は確かですし、本当になんかやっぱり濱口さんで村上春樹、さらにあのチェーホーフの要素を三者混ざっていること自体がもうかなりハードル高いことで、それでもやっぱりその映画の中で、はいはい、いろんなあの濱口要素、映画要素もさらに全部入れて見終わった後に正直疲れましたけど非常に楽しかったです。それもなんか不思議な感じでもありますし、あとあの個人的にすごくやっぱりあの触れたいのはあのロケ場所がすごく良かったです。大好きなところばっかり、大好きなところばっかり、もともと運転が大好きで、はいはい、あの瀬戸内が大好きなんですね、この映画の中にかなり 今の瀬戸内のまんまの意味がいろんなところが描かれているなという感じはしましたの、うん、後ほどまた行ったこともありますし、はい、結構ね、ロケ場所のことジョさん、はいはい、あの初期から言ってて、そうですね、外国人が好きな日本のあの場所がことごとく、はい、あの行ってる北海道って、そうですね、うん、でやっぱりあとはやっぱり、まあ、車だからなんか本当に観客も車に乗ってる感じで、うん、もう作品の中で、まあ、舞台っていうこともあるから、主な舞台、そう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 いったなんか、まあ、これも、うん、浜口映画らしいやり方なんですけど、うん、もう観客も中に入っている感じで、うん、まあ、全体的に体感できる一本だなと、だからなかなか言葉で説明するのは難しい作品でもあるじゃないかなと思います、ね、言葉の映画だ、言葉の映画ですけど、うん、はいはい、もう完璧な作者さん用の意見が出てもう完璧だと思うんですけども、はい、僕もね、皆さんおっしゃったことと、まあ、同じです、同じなんですけど、まあ、あえて言うならば、まあ、寝ても覚めても続く一応商業映画第2弾という形式でどう来るのかと思って見てたら、はい、むしろそう、あのこれは月中さんがおっしゃられたように浜口イズムのまあ全力あるいは拡張みたいなものではないかと思って、うん、まあ、最初試写で見た時はもうなんかビビったんですよね、うん、あのなんだろう、もうちょっとその
南下する方向で来てるかなっていうなんとなく予想ですよ。それはどういうことかっていうと、まあ、あのカンヌに出すっていう、はい、あの噂もね、あのタイミングとしてもかなり近い、まあ、狙ってるなという感じもあった、はい、あとあのね、これプロデュースワークってことだと思うんですけども、まあ、ドライブ・マイ・カー村上春樹、うん、まあ、世界的な、まあ、あのビッグネームということで要素がもう揃ってます。そうそうそう、はい、でそれがあの濱口さんがどこまでその村上春樹に興味があられたのかは、うん、まあ、お話したこともないと分かんないんですが、はい、ただ僕ね、このドライブ・マイ・カーを選んだ時点で、うん、これやりよんなみたいなことを思ったんですよ、うん、っていうのはなぜかというと、うん、これはあのここですよね、はい、女のいない男たちの短編に入ってる、うん、そんなに有名ではない作品なわけですよ、うん、ドライブマイカーって、はい、ただこれあの皆さんご存知だと思いますけど、ビートルズのラバーソウル名盤、はい、1960年の1曲目がドライブマイカーなんですよ、はいはい、で2曲目が、うん、ノージアン、あ、そうノルウェーの森なんですよ、はい、だから、うん、そのなんだろう、トロキさんがおっしゃったように村上春樹を飲み込むみたいな、うん、まあ、ある種ハッキングみたいなことで言うと、うん、めちゃめちゃいいところに目つけてんなと思ったわけですよ、うん、まずあのそう村春樹文学の中では有名ではない、うん、ただタイトルはそのノージアンウッドノルウェーの森にかぶさってくるような重みがある、うん、ラバーソウルの一曲のドライブマイカーに目をつけたあたりが、はい、うん、なんか作詞だなって思ったんですけども、うん、これはどっちかっていうとどうなんでしょう。でもあの選んだのは濱口さんらしいですよね。そうみたいですね。最初、うん、プロデューサーは別の何か短編らしいですよね。出したけど濱口さんこっちだったらやりたい、やりたいと、うん、で別にそのタイトル云々で選んだんではないと思うんですけど、ね、うん、まあ、直感がね、そう正しかったでしょうね。そうだから、まあこれはうがった見方なんですけども、だからそういうことも含めて、まあある種この飲み込みやすい作品だろうと思って最初見たら、うん、いやなんか全力出してるガチで自分のご自身の映画をやってるということにまずビビったと、うん、で最近なんですけども、あの2回目見たんですよ。そしたら今度はね、あの印象が結構変わった、うん、あのね、すっきり見れたんですよ、うん、つまりあの1回目はそのガチの作家映画としてちょっと難しいかなとか思ってたんですけど、うん、まあ、ハイコンテクストな構造だし、でもね2回目見たらすごい分かりやすいんですよ、うん、だってあの喪失と再生をめぐるヒューマンドラマとしてできてるんですよね。東方神話別模型ですよね。そう、そうなのよ。これ別にさ難しくないんですよ、実は主題的に言うと、はい、だから今度は1回目は作家映画、2回目は商業映画として納得したんですよ、うん、でこれがすごいなと思って、うん、でその作家性と商業性をつなぐのは何かって考えた時に、これはもうジョさんおっしゃったように、うん、チェーホフなんですよね、うん、であの寝ても覚めてもでもあのチェーホフ3人姉妹が、うん、あの組み込まれてたじゃないですか、うん、で、まあ、今回はそのドライブマイカーの中に、組み込まれているんですよ、そもそもワーネおじさんが、うん、だからその多分浜口さんがドライブマイカーにしたいって言ったのはワーネおじさんが、テキストとして入ってからで入っていたからではないかとまず想像するんですが、でそのハッキングはこうなったわけですよね。これをこういう感じになったっていう、あのチェーフの要素を拡大することで、あのこれ戸崎さんがおっしゃったことに近いんですが、浜口雄介が村上春樹をハッキングしたという印象を持ちました、うん、だから、今回の映画にちょっと器用方変というか不満がある方って大体春樹ファンですよ、うん、そうそうそう、うん、そう、これはね実際あの名前は申しませんが何人かあすごい怒ったと、ハルキファンとしてはっていうのは、いや、それ怒るでしょ。そう、まあ、そう分かるよ、分かるよ、それは怒るでしょ。まあ、原作あるあるですよね、そういう、ね、原作至上主義という、うん、主義でもないけど、まあね、うん、好きな方はね、そう、比重がもう全然変わっちゃってるから、はい、ハルキ文学ではなくなっているっていう言い方でしょう ね、うん、ね、けどなんかあの村上さんね、村上ラジオっていう番組を今やってますけど、はい、その中で僕あの愛聴してるんですけど、ラジオよく聞いてますね、はい、ラジオ派なんでね、はい、でその中でやっぱあの村上さんあの作品ご覧になって、うん、まあ、好きだったってことは言ってたので、うん、だからもう公認なんですよね、うん、だからまあファンの方もまた複雑な思いになったと思いますね、その話で聞いたら、ただ想像なんですけども、はい、春樹さんももしかしたら飲み込むまでにはやや時間要した
かなと。まあまあそうかもしれませんね。そうです、これは想像、勝手な想像ですけどね、うん、あまりにも違うものになっているんですよね、うんうん、ある意味よく OK 出したなっていう感じもありますからね。だからジョさんは言ってたもんな、はいはい、これあの春木派を怒るんじゃない なんかやっぱり、うん、昔のイメージではなんか村上さんは自分の作品の映像化に対して厳しいイメージだと思うんですけど、で今回じゃもう任せるっていうことも感じましたし、よく OK 出したなっていう感じはしました、ね。まあ、あの市川淳監督のトニー監督も含めて、はい、あのまあ、何回かあるし、はい、でそれぞれの作家の色に染まって、まあ、容認はされる方っていうイメージですね。そうそう、まあそれがまあざっくりしたところなんですけども、うん、じゃあちょっと細かくいろいろ詰めていきたいなと思うんですが、まず月永さん、その集大成っていうところの心をざっくり語っていただいてもよろしいですか。そうですね、まあ、まずはやっぱりそのテーマっていうんですかね、うん、あのテーマっていう言い方もすごく難しいんですけど、うん、描かれてるまずこのドライブマイカーって、うん、最初に壮大だって言いましたけど、うん、大きさっていうよりどっちかっていうと量なんですよね。もう本当その通り多いんですよね。多いですそう、私でもそうインタビューの原稿で、うん、ドラマと物語が多いって書いたら高閲でいや多いっておかしくないですよ多いとしか言いようがないんですよみたいになったんですけど、いや多いです、多いよ本当にその通りだと思う。そう、多分それこそ原作にあったのはシンプルな話ですよね、うん、はい、それを骨格にだけどそれぞれの人物のドラマも同じくらいの強度で入ってきて、はい、さらにその家福という男が巻き込まれていくドラマもどんどん入ってくる、うん、でその中でテーマじゃないですけど何かそのじゃあ人とそもそも話をきちんとするっていうのは向き合うってどういうことかっていうテーマがあり、さらに演じるとはどういうことか、人の声を聞くとはどういうことかみたいなテーマがどんどん入ってくるわけですけど、やっぱり今言ったそのじゃあ演じるとはどういうことかっていうことはまず浜口さんがそれこそ親密さでやられたことでもあるし、ハッピーアワーでもある意味でワークショップという形としてやったことでもありますよね。本読みがまさにハッピーアワーで変えられた、本読みでこのスタイルでこれ言ったらこうだなそうことでもあり、だけどもっと遡るとそもそもこの映画ってセリフがものすごく多いじゃないですか。でもああいう会話によって、ものすごい膨大な会話によってドラマを作っていくっていうのは浜口さんがもうそのパッションからすでにやっていたことでもあり、っていうふうに振り返っていくと、全てこの映画でやろうとしていることって過去作に立ち返るというか、やってきたことなんですよね。もうおっしゃる通りプラスもう一個、これは今森さんもちょっと寝ても覚めてもで商業映画って言いましたけど、やっぱり私もそこがすごく大きいと思うんですよね、うん、大きいと思う本当に。で浜口さんがやっぱりなんて言うんでしょう、今の日本の映画界においてどういうふうに自分の映画を作るかっていうことは、多分世代としても一番難しい環境でやってこられた方だと思うんですよね。でその中でその都度いろんな形を多分模索しながらというか野心的にやってきた方だと思うんですけど、そういう方が寝ても覚めてもで商業映画でああいう形でやったっていうのは結構衝撃だったんですよ、私。ただ正直言うと私ちょっと寝ても覚めても乗れなかった部分があるんですよ。あのね、あ、そう、うん、ベストアンダーに入れていませんでした。あ、だから映画としてはすごいと思う、うん、思うレベルとしてもすごく高い、きたきたっていう。でもちょっとなんかうまく言えなかった。それちょっと後で話します。あのね、僕もこれ言おうかどうか迷ってたんですけど、次の朝が言ったら言って僕ね、寝ても覚めては納得してないんですよ。でね、これちょっとここは明らかにしてるけど、はい、うん、なるほどね、はい、でも分かりますよね。だから僕それも含めて寝ても覚めてもは僕ね、うん、その商業映画第一弾として分かるんですけど、うん、納得できなかったんですよ。納得ですか。俺ベストワンにしたの。そう、だから支持派でしょ、はい、でジョさんもかなり上位1位とか、はい、ね、はい、で僕今日僕だけだろうなと思って、はい、寝ても覚めて、そうしたら思わぬ援軍が来て、すごいパワーが増幅してきましたけど、はい、でもね本当にそうで、うん、
これは後で言いましょうかね。なんかね、そう、ね、そう、はい、なんかしてると思ったわけ。一つはね、あのなんかちょっと単純に思いなんですよ。私もだから何かやっぱりその寝ても覚めてもで、その商業映画の求める枠の大きさと浜口さんがやろうとしてることの大きさがどうもちょっと噛み合ってないような気がしたんですよね。で、僕はそれが象徴する中でクライマックスだと思ってて、あの途中までは登録さんがおっしゃったように、ある種の SF チックなホラー的な、あの宙吊りの不条理劇っぽいものとして、すごくその完成度が高いなと思ったんですけども、あのいわゆるそのクライマックスでいきなりも寝ても覚めての話になってるけど、あのギア入れるじゃないですか、浜口さんが。でそれは何かっていうと、まあ、ちょっと言うとあの東出さんがいる、あのそっくりな顔の2人の男、まあ、ドッペルゲンガー的な二重心ってことで、まあ、めまいよりもドッペルゲンガーですよね、完全にめまいだとあの同じあの人間っていうふうになっちゃうから、だからそのドッペルゲンガーなんだけども、あのグッとギア入れた時にあれがね、単純な僕二者択一に見えちゃったんですよ、っていうのはあのこっちの、男は、日常、安心、幸福とか、でこっちはその冒険とか、恋愛の間とか、まあ、劇場みたいな、でね、このどっちを選ぶかみたいな話にしか見えなかったんですよ、でどっちでもええわと思ったんですよそれはだってその年齢にもよるし、あのタイミングにもよるし、まあどっちか選んでどっちかを、でもあのどっちかでどっちを選んで不全感は まとわりつくから、まあそこでいかようにもあのオチはつくだろうなっていうふうにすごい下がっちゃったあのでこれはでもその宮台真司さんがちょっと僕近いニュアンスのことを書いてたんですけど、あのネガティブな意味で少女漫画みたいっていうふうに書かれていて、なんか僕もこれでもこれ思えばあの三人姉妹と同じなんですけどね、あのその退屈な夫かその外からやってきたかっこいい軍人を選ぶかって三人姉妹のお話ですけど、あ次女のね、あのそれになぞらえてんだけども、そこでドッペルゲンガー的な、もっと言うと黒沢清志的な不気味さは全然なくなってるんですよ。であのそういえばそのスパイの妻でこの活弁で月永さんの黒沢清監督の取材書をしましたけども、スパイの妻を見た時も、あ黒沢清と浜口竜介って全然違うんだなって思ったんですよ。ラスト書いてますよね。そう、もうね全く違う資質なんだなと思ったんですよ。でそれもあのでそれはあの月永さんは多分スパイの妻に関してはかなりポジティブに捉えてると思うんですけど、僕はやっぱちょっと残ってたんですよ、その資質がすごく違うっていうのが、で僕にとってはドライブ・マイ・カーってもう完全にこれ浜口さんの資質が全開になってる気持ちよさがあって、そこなんですよね、大きな違いって、だからその僕チェーホグって言ったのは、浜口さんってなんか基本的にはお会いしたことないのであれなんですけども、あの生真面目なヒューマニストっていう気がすごくする。だからその黒沢清志イズムに近づいた時は僕ちょっと納得がいかないことが多いっていうのが分かってきたんですよ。無理をしてるってことですか。無理なのかな、なんか真面目だなっていう感じが出ちゃうっていうのかな。まあまあそうでしょうね、まあ、多分それはどうしてもそうなっちゃう限界があると思います、そうだね、だからそのお師匠さんではあるんですけども、そうですね、それがなんかその、寝ても覚めてもスパイの妻で見えてきて、ちょっと見えてきて、でドライブマイカーで僕すごくはっきりした、こっちはもうほんと抜けてる気がしたんですよね、でちょっと遠野さん、そのさっき言った SF 的な部分 の、はい、その侵略の SF の魅力っていう意味で言うと、ちょっとそこもお聞かせいただきたい。そうですね、まあ特に、この、まあ、ドライブマイカーに関して言うと、まあ家福という、まあ、主人公の、あの奥さんがね、まあ、亡くなってしまって、はい、お父さんのその吹き込んだテープを車の中にずっと流して、それでセリフを覚えるというね、まあ、設定ですよね、でそれがこうずっとこうその亡くなった人の声が響いてるわけですね、車内で。それを聞きながらだんだんその彼はその言葉とその声に身を浸していって、まあ、もちろんその受け取り方によってはまあ強起こしているとか、その言葉にね声で、まあ、彼女と一緒にいる気持ちになるとかっていう
取り方もできるんだけど、だんだんとその言葉のこの渦の中に身を浸していって、で何かにこう変わってしまうような感じがするんですね。だからこうそのまあ洗脳に近いものがあったりして、でそれで一緒にその美咲というドライバーがいて、それ彼女もその中にいることによって一緒にこう何かこう変容してしまうという、まあ、もうあたかもこう何かこうエイリアンが何かをこう、ね、発信して、で、まあ、人を変えてしまうっていうようなことが、まあ、それ一例ですけども、まあ、なんかその人が変容していく時の、まあ、押し寄せてくる感じ、あるいは、まあ、侵略って言いましたけど、それは浸透あるいは浸透圧っていう言い方を知ってもいいんだけど、その圧がかかっていって、まあ、変わってしまう瞬間を描くのが浜口さんってうまいなと思ってるんですね。だからまあ SF っていう言い方はちょっとオーバーですけど、まあ、なんかその人間がこう全部こうエイリアンとしていて、でそのエイリアンのなバックにはこう惑星がある、その人が住んでいる惑星までもちょっとこう感じさせるところが面白くて、惑星と惑星がぶつかっていく話みたいな感じが、まあ、これは多分村上さんの資質もちょっとあるとは思うんだけど、そこがこううまく合体してるのかなと思ったんですね。でもそれはそれでやっぱり僕納得できるんですよね。SF ってことで言うと、記念帳に三浦哲也さんと浜口さんと三宅翔さんって映画があって面白かったですけど、三浦さんがサーブ900この赤いものをデロリアンに見たって、言ってました、ね、バックトゥーザフューチャー、まあ、ある種その過去に戻っていく、車に乗って、まあ、ジョさんがおっしゃった車に乗るっていうメタファーで言うとそういうことですよね、それも分かります、すごく。だからその、なんだろう、そのモチーフ、侵略的なモチーフを、不条理益として描くか、それともヒューマニズムの側で描くかっていうところが、多分その、すごい今、細かいところ言ってますけども、そうですね、まあ、黒沢さんだったら、もっとこう、そうなんですね、ハンドルを切って、SF の方に行くってことですね。だからそう、途中まで一緒に行ってんだけど、ハンドルの切り方が途中で変わるっていうイメージですよ。他の銀河系のところに来ちゃうこれでも結構細かい指摘でいいと思うんですけどね、それで言うと、僕今回は最初はねドラマ今回大好きなんですけども、始まった時は不安でしょうがなかったんですよ、それはなぜかというと、その月永さんがおっしゃる量っていうところなんですけども、音、サウンドの音、霧島麗華さんが、まあ、原作ではその役者の設定なんですけど、映画ではテレビドラマの役者だから変わってるんですけども、冒頭からすごい話してるんですよ。ずっと話してるんですよ。そう、ベッドルームで、まあ、裸で、まあ、実際はその夫の家福、まあ、西島有紀さんに話してるんですけども、まるで独白のように話してるわけですよね、言葉を。だからいわゆるそのリアルな夫婦の光景では全然ないじゃないですか、ちょっと僕これ大丈夫かなと思って苦手なとこに足を踏み入れたんじゃないかと思ったんですよ、でよそ行きっていうよりも進撃調でしょ完全に、もう進撃調のヨーロッパ流のね近代的な演劇調のセリフ回しで、これは、まあ、さっきで言うと三宅翔はもちろんやらないし、今泉力也もやらないし、吉田圭介もやらないし、ちなみに吉田圭介さんがドライブマイカーって自分と全然違うからめちゃくちゃ面白かったっておっしゃっていて、まあやらない、で実際浜口さんも例えば今度のその偶然と想像ではエリック・ロメール長の自然な会話劇みたいなことをやられてて、これでは全然ないんですよね。でそこでちょっとビビってたら、次にそのベケット の五度を待ちながらの舞台、上演中の舞台になって、西島さんが待ちぼけの不老者のうちの一人を演じてる家父が、でもう一人の方のセリフってあれ英語だったかフランス語だったかどっちかですよね、ベケットがフランス語かもしれないけど、でその、西島さん家父が話す、舞台上のセリフがさっきのベッドルームと同じだったんですよ、でここで僕ようやくとかまだ数分ですけどちょっとピントがあってそうかと、日常生活で吐き出される言葉と演劇の舞台上のセリフが等価である、っていうことであえてやってるなと、で西島さんの元にそこからウラジオストックの その演劇者の事務局からメールが届くんですよね、で最初がそのメールの文明がその画面にデカデカと重なる、これは親密さでもやっていたことですけども、でそれが最初は英語で日本語に翻訳されると、なるほどと、テキストの映画テキストテキストテキストの映画、だからその多いっていうのはそれですよね、もう
テキストひたすら積み重ねていくっていう、はいはい、だからそのセリフも明瞭な発音で翻訳可能な言葉でひたすら積み重ねていくっていうことをやろうとしているのかっていうふうに思えてきて、でその後その妻の、桐島さん音が急死します、はい、でその音、トロキさんがおっしゃったように、うん、あの桐島玲香さんの音って声、うん、サウンドが、うん、ワーネおじさんのテープとしてこの車のサーブ900の中で流れる、うん、でなくなってんだけど、はい、要はずっと出演し続けるわけですよね、声として、はい、もうテープとして、はいはい、でこの辺でようやくアバンタイトルが終わるという、はい、すごいですよ、ね、多いんですよ、ね、長いです、多いの、はい、そう、まあね、あそこでもう息を飲みますよね、タイトル出たところね、アバンタイトルでね、ここが、あ、ここまでがまだその序章だったんですね。40分くらいありました。そうですね。40分あった。はい、でも一本見た感じはそう。そうですね。くらい見たような感じ。でも完結できるストーリーじゃないですか。そう。はい、そう。でそっから本編なんだけども、本編は言ったらその妻を亡くした演出家この家福の、まあ言ったら公私混同の物語で、うん、まあ復讐劇みたいなことが始まっていくわけですもんね。うんうんうん、でそのトロキさんおっしゃったように車の中でそのワーニャおじさんのワーニャのセリフを彼が発声しながら、そのテープの声、つまり妻の音ですよね、音に絡んでいくっていう、はい、レトリックはふんだんにあるかロジックはまるでないとか、そういう嫌みったらしい感じでちょっとその絡んでいくっていうことなんですけども、うん、そのなんだろう、乗っ取りみたいなことで言うと、後にその、ワーニャ役を、苦悩するワーニャ役を、うん、あの高槻、はい、岡田将生さんに、彼はそのやらせるわけですよね、うん、でそれはなんだろう、まあ高槻は、音が浮気していた若い役者、うん、それが彼の前に現れる、うんうん、なんかちょっとその寝ても覚めてもの、うん、あの感じを別のやり方でやってるような感じもあると思うんですけども、うん、そこで彼の復讐が始まる時に、まあはい、ワーニャ役をお前がやれって言いますね、うん、あの辺はなんか僕あ始まったなっていう感じがして、うん、そこが多分その、浜口流乗っ取りの、そうですね、うん、乗っ取りのゲームというかね、ゲームが始まる感じですね、あの辺ってどういう感じでご覧になりました？そこからの展開みたいなのって。そうですね。で、だからまあそうやってこうやってみようということで、任せるわけですけども、まあ、どこかでこう、まあ、このね展開上2人は和解というかね、どこかこう共通項を見出していく、まあ、物語じゃないですか。だからまあ。まあ、一つのものをこう共有しながら、けどやっぱりその明らかな差が出てくるんだけども、けどそれがどこかでこうまた溶解していくっていう、その一連の流れがまあ物語になっていて、その辺のこう描き方というのかな、はまあ浜口さんのそのコミュニケーションというね、ずっとテーマに持ってきたことっていうのにつながると思うんですけど、その一つのこうまあアプローチの一つの方法なのかなと思いますけどね、これ月永さん、このいわば不在の妻を挟んだ恋愛模様ってどういうふうにご覧になったんですか？恋愛模様っていうのはその高槻と家福の、まあ、恋愛模様まで言わなくても人間関係ですね、そうですね、どうだろう、でもなんかそんなに今そう恋愛模様って言われてちょっとびっくりしちゃったというか、恋愛っていうことを多分一切感じずにむしろ見ちゃったんですよね、この映画って。そうですよね、だからね、あれですかね、セックスってしてるってことと恋愛と全然違うんでしょうね、ラブストーリーの印象ないですよね、ないですよね、そうなんですね、中年夫婦だからそうなのそうなのどうやろう、なんだろう、恋とか、まあ、あえて言っちゃうと難しいんですけど、ただなんて言うんでしょう、もうちょっと別の力関係で支配されてる関係というか、それこそ音と家福の関係っていうのも、なぜ音にそこまでこう執着しているかっていうことって、多分その2人の関係というだけではなくて、家福の中のさまざまなその複雑な、なんていうんですかね、力関係のあり方の
問題だったと思うんですよね、うん、それが高槻と出会ったことでまた別の磁場が発生したような、うん、そうだよな。でそこにまあ美咲というまたちょっと別の人物がいるっていう、うん、何か一対一の関係がいくつも連なっていくっていう感じがしたので、うんうん、なんか三角関係っていうのともやっぱりちょっと違うなと。そうですね、うん、ですこれ不思議な感覚ですよね、うん、でも僕も本当にそうでこれ、ね、ラブストーリーの印象ではないのがすごく面白かったんですよね、うん、じゃあこの関係って何なのか、うん、なかなか分かんないでも分かんないからこそそのなんだろうさっき月中さんがおっしゃった多いっていうなんですけども、うん、そのテキストってことを徹底してやってんだろうなっていうふうに思ったんですよね、うん、ちなみにその、最初の部分でいうと乗りにくさとかって全然なかったですか。いやでもやっぱり最初びっくりはしましたよね、うん、あの始まりっていうのは、うん、あとなんだろう、あそうそう浜口さんの映画ってただ確かに今までも見やすいか見やすくないかでいうと、うん、どっちかっていうと 見やすくはない映画だと思うんですよね、うんうん、でそれこそセリフのやり取りとかも、うん、リアルとはやっぱり全然違う、うん、むしろ疲れていけない疲れるロジカルかなり重視してる。そうなんですよ、ね、だから先ほど挙げたような今泉さんとか、うん、三宅監督のようなリアリティとは全然別のものであるっていうのはあったんですよね。でその一つの要素、大きな要素として浜口さんの映画って今までもセックスの問題は割と常に扱ってきたと思うんですよね、うん、はい、ファッションもまさにそういう話だったし、うん、誰と誰があの不倫というか不定関係にあるかとか、ただそれが画面にしっかりそれこそヌードシーンとか、うん、ベッドシーンが出ることはなかった。ずっと言葉の問題だったのが、僕初めてか、うん、初めて。多分初めてだと思うので、それをまず見たちょっと衝撃。私もその辺かなり衝撃しました。ですよね、やっぱりこれを描く人だと思ってなかった。そうです。うん、言葉じゃないですか。うん、村上春樹になると。こうなるか。ベッドシーン出ちゃうかっていう。だからなんかですね、偶然と想像がこのドライブ・マイ・カーの前にちょっと撮ってますよね。順番で言うと前ですね、前に撮ってて、うん、であのあの中の僕にはその僕にはって言ってませんけど、僕には、うん、あの第3話だけあの後から撮ってるんですね、はい、コロナが後なんですね、なのであの中の2話でちょっとこうかなりセックス絡みの話があって、はい、2話エロ話だそう、エロ話ね、なんかあそこで本人はなんか少しこう予行練習というかね、なるほどね、できたみたいなとこあって、それであのドライブ・マイ・カーに、まあ、突入できたという。そう、2話すごい、2話すごいよね、うん、2話で中で検閲落ちたんですよ、わいせつだ、あ、そうなんですか、攻めすぎて、攻めすぎて、セリフが、なんか、偶然と想像の話をちょっとどこまでしていいかわからないんですけど、うん、ただ、ちょっと今の話、予行練習って言ってましたけど、まさに浜口さんって、そのさっきの寝ても覚めてもから、うん、続く話でもあるんですけど、はい、ある意味で浜口さんって本当に予行練習のように一作ごとに積み重ねてる人だなって思うんですよ。そうですね、だからその集大成っていうの連続性でそうなっていくっていう、まあ、偶然と想像の1話の車の中のシーンもそうなんですよ、ドライブ・マイ・カーの練習じゃないですか、完全そうだな、そうですね、その練習っていう形したら出てくれた人にも失礼なので、そういう言い方できないですけど、ただそれこそ多分寝ても覚めてもので商業映画でどういうことができるかっていうことで、必ずしも浜口さんも満足とはいかなかったんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですよ、ね、でそのことをだけどドライブ・マイ・カーによってさらにじゃあ寝ても覚めてもでここまでできたから、じゃあドライブ・マイ・カーはここまでできるっていうような、常に広げて広げてこう行き着いてきた人だなという、それがすごく野心的な人だなと思うんですけど、だからドライブ・マイ・カーはそういう意味でも集大成ですし、詰まっているものがあまりにも多いっていうことにもなってるのかなとは。じゃあ偶然と想像のあの軽みっていうのは練習をたくさんやってるってことまあ練習っていうか、まあ、本人の中でその、まあ、車輪のね二輪があるとすれば、うん、まあ、片方はそういう、まあ、短編とかね、その方で、まあ、実験的な自分の、はい、まあ、かなり残らずにできるってことがあって、
でそのやっぱり商業的なところのある制約の中で、まあ、どうやって遊ぶかっていう、うん、なんかその辺のこう使い分けがうまくできてるんじゃないですかね。やっぱりだからご本人の中でも自主とショー、インディペンデントといわゆる、うん、劇場でザ・ロードショーですっていうものの、やっぱり区別っていうのはあるってことなんですね。なんかで切り替えてると思う、ギアを切り替えてると思うんだけど、ないと取れないじゃないですか、ドライブ・マイ・カーは。そうだな、はいはいはい、でも普通の人の商業映画じゃないよな。そこが感動するところですよね、はいはい、作家性が落ちてない、むしろ上がってるっていう商業映画、うんうん、やっぱりそこが冒険というか、うん、だったんだと思いますよね。やっぱりどうしてもこの規模の商業映画になった時に課せられるこう制約だったり、うん、期待されるものって必ずあると思うんですけど、やっぱり浜口さんは自分の映画をやるっていうことを、うん、じゃあどういう方法だったらそれができるのかっていう追求の結果が、まあ、本読みも多分そういうことだと思うし、うんうん、俳優を今のそれこそ旬のというか本当にプロの俳優の人たちをこういう演技に持っていくにはっていう、それはハッピーアワーとは同じことはできないけれどもっていう、すごい計算って言っちゃダメですけど、本読みのシーンで単純に見ると将軍映画でありえないじゃないですか。それでもうまく入ってるっていう方です、ね、尺も含めて、ね、そうですね、あのそのハッピーアワーのようにやってしまうと、はい、それは将軍映画ではなくなるんでしょうね、うん、ただこの長さだったら、はい、その説話構造の中で、はい、まあ、納得に落とされるっていうところなのかなと思う、うんうん、でもね、あの まさにその通りだと思うんですけども、でもそこでそのなぜじゃあ商業映画なのに作家性が落ちないところが上がってるのかっていうところの凄さですよね、うん、でやっぱりそれはその、月永さんがおっしゃった多いっていうそのテキストの多さ、うん、だからね、僕ね、だからさっき言ったその、黒沢、まあ、いろんな黒沢清がいる、うん、はい、で三宅翔がいて今泉力也がいて、あるいはその深田浩二っていう、うん、まあ、名優みたいな方もいらっしゃる、まあ、いろんな個性があると思うんですけども、その中で僕浜口竜介さんがやっぱりすごいなって思うのは、やっぱその、やっぱ言葉ってことですよね、うん、その、セリフ回しにしろ、さっきね、あのいわゆるリアルではないっていう話したわけですけど、それどういうことかっていうと、全部言葉で言っちゃうってことですよね、うん、普通はね、それ一番良くないというか、良くないです、あの映画的考えると良くないですよ、そう、良くないのよ。だからさ、あの映画的みたいなさ、はい、あのことを突き詰めていくと、普通避けて言うじゃん、言葉って逆、うん、だから多分そこで出てくるのが、うん、やっぱり黒沢清ではなくて多分万田邦俊だと思うんですよね、うん、やっぱりあのアンラブと接吻だと思うんですよ、ね、はい、まあね、会話ができる前の作ですよね、うん、特にアンラブとなんかの、 あの全くリアルではない、うん、あの、そうですね、しゃべり、はいはい、しかもテキストの多さっていうのは浜口さんは絶対影響を受けたと思う、オズ的なって、あれはなんかマスムラっぽいんですよ、ね、マスムラっぽいです、マスムラっぽい報酬にしてもね、うん、そうだ、本人もマスムラ大好きですね、はい、だからさ、はい、そうそう、マスムラっていうのはね、あると思うんです、特に、まあ、寝ても覚めても結構露骨にあると思うんですけども、はいはい、なんかいろいろ読むと、その浜口さん、映画をこう撮る前の儀式みたいな感じで、うん、必ず見るのがカサベテス、ジョン・カサベテスのハズバンズと、うん、ハワード・ホークスのリオ・ブラボーらしいですよね、うん、はい、でそれちょっと思ったんですけども、うん、ハズバンズとリオ・ブラボー、カサベテスとホークス合わせたらマスムラになるよね。まあ、まあ、言葉の数的にそう、あとそのなんて言うんだろう、カサベテスとさ、カサベテスとじゃあね、うん、浜口竜介似てるかって言ったら僕似てないと思うんですよ、うんうん、あの資質が違う、はい、っていうのはああいう撮り方じゃないもんねっていうね、うん、まあ、本人もできないって言ってますもんね、やっぱりそうですね、はい、まあ、それはもうそのテキストをこう作り込むということとつながってくるんですけども、うんうん、でもその、重ねてその生々しい人間主義みたいなものと、あのホークスの撮影所システムの職人、うん、あの効率的な語りだとか、うん、あのフレームの意識を合わせると結構マスムラっぽく合体するとちょっとそんな感じはするなと思って、うん、そうなった時に自分に近しい、うん、あの作家として先行の作家としてマスムラ安藤っていうのは上がってくるなっていうのは一つ思った、うん、でね、僕ちょっと今思い出したけど、うん、あの日本映画専門チャンネルの、うん、今映画作家は森さんと出演しましたよね、偉そうに語ってるんです浜口竜介について、はい、でその時に僕ね完全にアドリブだったんですけども、うん、あの話して
てる中でその言葉の話になって、うん、浜口さんは全部まあ言葉にすると、うん、思ってることを全部言葉にして具体的にぶつけていくと、うん、でそう思った時に先行者として思い浮かぶのは増村康造と、うん、ここから完全アドリブだったんですけど、うん、もしかすると大島渚かもしれませんねって言っちゃったんですよ、うん、覚えてますやめました、そうそう、はいはい、あれ本当その場で思いついたやつだけど、はい、でも大島も、うん、言われやなんか近いんじゃないかって今それはやっぱりそのリアルっていうよりも、なんだろう、そのテキストの作家っていうこと、うん、あのとにかく、今回特にそのメタフィクションのハイコンテクストな構造だけども、それをどこまでも言葉っていう表出表出のレベルに持っていく、で、あのそのテキストテキストテキストをこう、重ねて徹底的に重ねていく、で普通の映画だったらそれちょっと語りすぎじゃないですかっていうふうになるのも、うん、ここまで徹底すると次のレベルまで突き抜けるっていうことを、うん、あのやってる、でその言葉についてはその、まあ、いろんなこれまでの過去の映画でも言葉についての言及はあったし、偶然と想像でもあったと思います、うん、でじゃあ言葉を信頼してるかっていったらそうでもなくて、うん、しょうがなくあの言葉しかないからもう言葉を使うんだっていうツールのようなものですよね、うん、となると、でもそれをあのとにかく精度と密度を上げていけば何かしら真実めいたものに近づけるんじゃないかっていう発想だと思う、うん、このテキストを重ねるっていうのは、でそれが僕浜口さんがすごく向いてると思うんですよ、うん、あのなんかそのでもう一つ言うと、そのリアルっていうこととは別に、うん、そのテキストテキストテキスト、特にそのチェーホフとか、そうチェーホフとその日常会話から立ち上がってくる、はい、あのものを等価でぶつけることによって、これもフィクションでしかできない、うん、あの映画運動を超えて、うん、映画的かどうか知りませんが、とにかくフィクションでしかできない世界が立ち上がってくるのは間違いないです、うんうん、これを徹底してやってる人ってもしかしたら他に今いないのかなっていうう思います、うんうんうん、だからその、まあ、フィクションとおっしゃったように、あの明らかにこう、まあ、映画ってそういうもんですけど、あの現実とはね、やっぱちょっと何センチか浮いてるような世界を描くじゃないですか、うん、その、 あの振幅っていうか、沢木さんの場合はそのホラ話がうまいと思うんですね、うん、ホラ話、ホラ話ですかね、うん、あの2時間とか 3、まあ、これ3時間ですけども、そのホラーの付き方が、まあ、ホラホラじゃなくてホラね、うん、ホラがとってもこう、まあ、エレガントではありますけど、うん、その、 あの大ボラがうまいんですよね。で、あのたまたまこの3本好きな映画を聞いたら、そのテーマっていうのが、そんなバカなと驚く映画っていうものをあの挙げてくれたんです、まあ、その中身は言いませんけども、うん、そのテーマがまずそんなバカなと驚くっていうような、これはまさにあの浜口さんの映画に、うん、適したようなテーマなんで、そんなバカな、だから、まあ、そんなバカなという驚かせるようなものが入ってるっていうのが、あの本人のなんていうかな、一つ要素があると思うんですね。あとその先ほどセリフ、言葉に こだわってくるってことは、その言葉が持ってる、まあ、二面性ですよね、うん、まあ、言ってることの額面通り あの意味を言ってるわけじゃなくて、うん、絶対その言わないこととか自分が隠していることとかその言葉の中に出てきて、でだからこそこの見てる方は、この言葉は果たしてこの真実なのかどうか、うん、本音なのかどうかってことがいつもこうサスペンスとしてそこに入っていて、だからこそこうタイムリミット感が出てくるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど、うん、これでもまた重要なご指摘で、うん、その表と裏っていうのは浜口さん結構意識的に出されてる主題ですよね、うん、あの結構強く出てると思うんですけども、それジョーさんどう見えてる、その表と、あの浜口さんが描く表と裏みたいなことで。いやでもやっぱり言葉に関して今回は本当にあのいろんな国の言葉を使うんじゃないですか、うん、これはまた一個の飛躍って言えるだろうと思うので、やはり不思議だなと思うんですよ、うん、特にあの中国語も出てるじゃないですか、はい、あのそういったこともできるだなっていう感覚がまずあの体験できて、さっきトロキさん話したように本当に言葉、特に日本って東アジアが言葉の表と裏が強い方なんですよ、うんうん、だからそのさ、はい、あのジョーさんもね、たまにおっしゃるけど、はい、そのなんだろう、言葉によってその表の表と裏の感じが変わってくる、変わります、かなり変わります、あの、うん、見る側も見られる側も、うん、もちろんそうですし、うん、で今回あの
言葉って出している時のそういうニュアンスっていうか、うん、あの今回出演したあの中華系の方は台湾出身なんですよ、うん、聞いたらすぐ分かるんですよ、うん、そこもあのもう一個の、ま、遊びっていう言葉の遊びっていうか、うん、台湾の方で話す中国語って大陸の方から見ると力入れすぎなんですよ、うん、ただあの台湾の人がこれが普通っていう、うん部分がこれもまさに韓国さんが狙っている部分じゃないかなと思うんですね、うん、そういった言葉が声のトンのところが出た意味が人それぞれじゃないですか、うん、そこもなんかこれもできるんだっていう、うん、だから台湾の人を話す時も本当に私たちの世代はもう慣れてるからまだそこまでなんか違和感がないなって、うん、上の世代ですと台湾人はやっぱりちょっと気持ち悪い感じだったっていう台湾の方に失礼ですけど、うん、親の世代はやっぱかなりそういう感じを持ってる方が多くてそれはもう昔の古い映画を 見た時と同じような感じじゃないですか、うん、いわばあのこちらが主観的にそういった話、まあ、表に出したものに対して違和感を感じるみたいな、うん、実はそうではないっていう時もあるっていうところがあのいわばあの浜口さんの言葉のゲームの中でいろんな一番面白いところじゃないかなと思います、ね、そうだからあの、はい、今ちょっとジョさんおっしゃったことある種ひっくり返すようなんですけども、はい、だから今回その翻訳、はい、翻訳ってことをやってるのは僕すごくあの一番興味深かったところで、はい、そのだから最初にその霧島麗華さんがああいうあの新劇場でいきなりベッドルームでお話しするのも、はい、なんか僕そのニュアンスを削るっていうような、はい、あの感じで見たんですよね、はい、つまりそのこの口調とかだったりだと、はい、そうしたらそのなんかその深読み表と裏もややこううにゃ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 ってしたものになるじゃないですか、はい、と今回ってそのいろんな言語が飛び交うでその手話も入る、はい、でそのメールの文面も入るから、はい、何かもうソリッドな言葉のしかしだがしかしその表彰する記号としての表と裏、はい、まあ記号論的なことですけども、はい、それがあの見えるような構造まで落とし込んでるような気はしたんですよね、うんうん、だからそういう意味ではその言葉に対する表と裏っていうのも今回が一番ソリッドになってる気がした、うんうん、だからこそそのいろんな言葉を集めて、うん手話も含めて、我々はその記号としてはこういうふうに感情を表出することができる限界もあるで同時にその裏側も何かあるっていうふうな出し方にも見えましたけどね、うんうんうん、翻訳に関しては翻訳みたいなのの感じはつけますか？そうですね、翻訳と言っていいのかちょっとわからないんですけど、うん、ただやっぱりその表と裏っていうのは一つはだから言葉と声ってことだと思うんですよね、うんうん、発した時の、はいはい、でやっぱりあれは本読みのパートでもあったと思いますけど、うん、その言葉の意味ではなくて意味で読んでしまうと、うんあの違うんだっていう、その本当の声を出してくれっていう、その本当の声って何かっていうことがこの映画の中でも結局追求されていくと思うんですよね。でそれはある意味で浜口さんが多分東北三部作のドキュメンタリーを撮った時の経験っていうのがすごく大きかったと思うんですけど、浜口さんも言っていたのがそのじゃあ本当の声って何なんですかって聞くと、でもそれってその被災者の人たちの話を聞く中で、この人は本当のことを喋ってるっていうことって話の中身だけじゃないっていう、その何か大したことは喋ってないんだけどすごく大事なことを喋っている、声をしているっていう、何かそこの言葉の意味とはまた別の奥の方にある声っていう、何かそこの二重性もあるのかなっていう。確かに声に関して確かに他のどこかの記事で読んだんですけど、浜口さんはあの小津安二の東京物語の原節子さんが話した家について研究したんですよ。この家 ここの家はどういう意味なのか、いろいろ家 の家がいっぱい出してるじゃないですか。いい家、いい家、いい家、あのあれに対していろんな意味ありますっていう同じ表彰する言葉だけども、ね、はい、その言い方に声のトーンによって意味が違う、意味が違うっていう、すごい研究してるすごいところ研究してるなっていう、まあそうですね、小津さんがね、ちょっとこうね、はい、いつも同じようなセリフを言ってるんだけど、 その一つ一つが全部違う粒立ち方をしてるんですよ、きっとね、なるほどね、はい、多分そういう外国語を今回使ったっていうのも、うん、そこもあるのかなっていう、まあそれがどこまであの突き詰められたかわからないですけど、それこそ本読みの場面聞いてると、その言葉の意味は私たちは本当普通にしてたらわからないんですけど、
でも何かこの人はちゃんとした声で喋っているっていうのをどう判断するかっていう、なんかそこも実験というか、確かにそのあれよね、あの本読みの段階でこう相手の言葉がわからないと自分のセリフ待ちになってしまうみたいな場面ありますよね。だからちゃんと聞かないとダメなんだけども、あの自分のセリフ、相手の言葉、意味だけでやって自分をこう待っていくと、もうそれは対話ではなくなって、ただ自分が与えられたセリフを発する風になってしまうから、それはダメだっていう風に、あれはかなり象徴的なところかもしれないですよね。やっぱその声の肉声っていうトーンまで含めて受け取らないと、そうですね。だからインタビューとかね、あのお仕事でする時も、こうやってあのなんていうか、まあ意味内容でこう通じ合ってる時もあるけども、本当にあの対応もない話をしてて、でまあ、まあ、話としてはうまくいったかどうか分かんないけど、なんかうまくいったなって時あるじゃないですか。ありますね。って、うん、ああよかったな今日はっていう、うん、いい日だったな、あれに近いところありますよね。人とのコミュニケーションでね、表じゃなくて、ね、中身です。そう、はいはい、そう、それって説明が難しいけど、難しいです、うん、いい声を聞いたとしか言えない、うん、いい声です、はいはい、だから浜口さん確かインタビューって他の寝ても覚めてもそうだったと思いますけど、うん、声で選ぶこと結構あるって言ってました。声キャスト、まあ、今回でももろにそのキャストだけではなくてキャストもそうなんですけど、うん、その編集の時にどのカットを生かすかで、なるほど、まずは一番いい声のまず音を選んで、どうしてもそこと絵が一致してなかったら音の方を優先するっていう、それ全部同録ってことですか。アップブレイクはしない。いや、だから音だけ付け替えることもするっていうくらい、やっぱり音が音で編集するっていうことを言ってたので、何かだから本当この映画で一番私も何回なんか一番感動するのはやっぱりあの車の中で、うん、あのシーンです、あのシーンなんですけど、台湾の家福と高槻の、はい、やっぱりあれそこはちょっとすごい瞬間が立ち現れるじゃないですか、横座席で。でも何がすごかったかって言われると、じゃああの語ってる内容かって言われると、うん、そうです覚えてないどうでもあの民話みたいな感じで覚えてないそう、ね、はいはい、なんかね、はいはい、わけのわかんないこと言ってた2人はこう通じ合ってるからうそやけど、僕らボカーンとして、はい、確かに、ね、言ってるでしか、でも何かあのやっぱりあの時の岡田将生さんのあの喋ってる声と、うん、まあ、もちろん顔もあるんですけど、うん、目に気が付くともう入り込んで聞いてしまうって、うん、今この瞬間何だったんだろうっていう、うん、本当にその一瞬を捉えるために、うん、このテキストの量があったのかっていう、偶然を発見するですね。あ、そうですね、はい、このシーンはだからね、異様ですよね。異様ですね。異様ですよね。すごいですね。途中で何それと思うんですけど。どこから始まったのかちょっと分からない。そう、うん、そうですね。なんかやっぱりちょっと、はい、階段話にこう引きずり込まれた感じがしますね、うんうん、まあ。いつの間にかこうなってるか。そうそうそう。そもそもだから高槻っていうのは岡田将生さんが演じられたキャラクターは興味深いんですけども、非常に、うん、どっちかっていうと、どっちかっていうとでもな、結構もろかな、あのテキスト言葉ってことに関しては強度がややない人間として出てくるじゃないですか、うん、急に喋り出すでしょ、強度ない、はい、だから喋ってんのか喋らされてんのか分かんない。そうだから、それこそなんか乗っ取られ感があるぐらいに誰かが後ろで喋ってるのか、ゾーンに入ってる感じ、ゾーンですよね、はいはい、これシーンなんか不思議な、うん、で何言ってたか全然覚えてない、ね、あの時に美咲ってどうなってるんですっけ。聞いてはいる、聞いてはいるんだけど、そうずっとこうシーンは何個ありますよね、シーンは、美咲のシーンはありましたっけ。あるんですけど、基本的に彼女が出てくるのは、うん、高槻が降りた後、うんうん、あのさっきの高槻さん、うん、本当のこと言ってたと思う、うん、あ、そうそうだ、ね、多分その2人の時はそんなには映ってなかったと思う、はい、そのあの時、あの時今高槻さん本当のことを言ってたとまだ言うもんな結構言うなと思ったの完全みたいな感じで言うよねでも許せるって大変偉そうですけど、まあいい、うん、いいかなって思う。浜口映画なら成立って感じるってことはな、もうむしろ言ってもらわない、こう存在を消しながらそこにいるっていうことがすごいんじゃないですかね、うん、その、うん、でしかもその話をこう一つ高レベルでそれぞれにあの なんていうかな、審判を下すっていうかね、だから本当だったんですよっていう立場にいっちゃうってことはかなりこう特別な存在になるんですね、あそこでね。確かに、でも、うん、あの
運転席の特権性みたいなことってすごく考えましたけどね、うんうん、つまりそのこのサーブ900玉ナンバー赤い車、うん、なんかあの家福が古くて癖の強い車なんで大変ですよみたいなこと言うシーンありますよね。だからちょっとその彼にとっては古的空間、うん、あるいは拡張された身体ぐらいの、うんうん、俺の部屋感がある空間ですよね、はい、マイカーですね、マイカーですよねそう移動する密室として彼のマイカーがこのサーブ900っていうのがあって、でそのアバンタイトルで音さん、桐島玲香さんの音さんがあの彼がその緑内障になるのか、うん、左目が緑内障になって、うん、まあ、ちょっとその目薬でフェイクの涙か本当の涙かみたいなシーンもあったと思うんですけども、うん、それでその音さんに運転を任せると、そしたらすごい文句言うんですよね、はい、あんたの運転嫌いなんだみたいな、その小説の最初の部分です、ね、そうそうそう、あれはねもらってる、もらってるです、よそ見するし、はい、すごい嫌なんだっていうことがあった、つまりだからあれもちょっと相性が見えますよね、うん、つまりそのハンドルを音さんが握ると、うん、あの関係でギクシャクする関係なんだなっていうのもちょっと見えたりする、うん、でその美咲っていうのが現れて、まあ、彼女はその、後半ネタバレいいのよねこれね、あのなんかその、その夫婦が亡くしていた娘さんと生きていれば同じ23歳だっていうのがありますよね、だからまあその、まあワーニャおじさんでいうと姪なんだけども、うん、あのまあ要するに娘年齢のあの彼女が運転すると、まあ、存在を消してくれるとか、とにかくこんな心地いい運転は初めてだっていうふうに言う、で、あのだからあの車の中 の設計もすごく不思議で、まあ、こう視線を交わさずにこう並んで、まあ、オズ的というオズ的なんだけども、はい、そのままこう走って目を交わさずに話す、でカーステからはテープからはあの音さんの声がこう飛び込んで、うん、突然家福がでかい声であれはびっくりするけど、いや、影響されるんじゃないと思うぐらいですよ運転の人はするよな、あれ気にしないですごいそうだからそのやっぱりテキストが飛び交う場、ああの密室ってことになると思うんだけども、うん、その岬の自己開示が起こっていくでしょ、うん、でその時あの、お父さんのテープを止めなければ、うん、彼女の声彼女は発話しないっていう流れもあって、うん、だからちょっと特殊な場ですよね、うん、でそこにあの岡田将生さん高槻が突然現れて、うん、すんごい喋って帰っていく、うん、っていうあの異様さはやっぱりちょっとこの3時間の中で残りますよね、うん、何だったんだろうあれ、あの人は一番印象に残ってるんですよね、一番ちょっと、はい、ちょっとね、あれやっぱり正面にカメラ持ってってですよね、うん、なんかもうここぞっていうまさに正面からの切り返しで、うんうん、あの声で喋らせるって、だからなんか正直それまではその高槻イコールまあ岡田将生さんですけど、はい、まあ、ワーニャおじさんの役も与えられるけど、うん、やっぱりこの人はちょっと声が軽いんじゃないかみたいな、もうちょっとあるじゃないですか、やっぱり どうなんだろうな、チャラいキャラです、まあまあ、たまにねやっぱり、まあ、浜口さんも出てくる、はい、チャラい人ってチャラい人気俳優問題起こしてる人、問題起こしてる人、でもそれがやっぱりあこのシーンのためのその軽さだったんだっていうか、もうあの瞬間のためだけに彼はいたっていうか、あれがもう終わったらその後ほぼ退場退場ですよね、まさにクライマックス、まさに退場だったの、ちょっとすごかったですね、だからそれあのでも僕高槻のキャラクターって面白くて、あの方はだからそのすごくいい人なんですよね、うん、あのなんかね僕ね浜口さんの描く表と裏って、うん、さっきのヒューマニストっていうことにつながるんですけども、あのどっちかっていうとあるあるなんですよ、うん、あのハッピーアワー見て僕思うのはこれあるあるに近いっていうふうに思っちゃうんですよね、うん、あの浜口さんが描く裏側って、うん、日常生活の中でちょっとこの人こう見えてるけどギクッとするよ、それ黒沢さんのとは全然違う裏なんですよね、実際リアルに遭遇する裏なんですよ、うん、これ全然違う、だからその、でその
岡田将生さん演じる高槻っていうのもすごくいい人なんだけども、その言葉が足りないからボディートークをするっていうね、タイプだからすぐセックスしちゃうんか、身体で、そう、でもあの設定面白いなと思って、うん、でも確かにその、言葉とセックスっていうのは結構その、どういう関係なのか僕今言えないけども何かでもこの象徴的なものとしてこう置いてるなっていう気はして、高槻はどっちかっていうとセックスに寄ってる人間なんですよね。その分言葉が足りなかった、テキストが足りなかったわけなんだけど、テキストをボディで補うみたいな感覚なのかもしれないけども、でもそうかもしれない。だってあの、やらないとわからない話せないこともあるじゃないですか。あー、そうですね、バーバーですね、そうそうそう、あったもんね。ちょっとポロッとそういうこと言うから、あの、でそしたらその家福があのしなんその信じられないみたいなことは ありましたよね。だからそれがなんかある種、そのトロキさんが最初のした変容ということで言うと、うん、やっぱあの車の中に入ることで変容したのかなっていうような感じはしますよね。ね、あそこはそういうボックスなんですよね。ボックスなんだな、確かに。そう思うとやっぱりある種ホラーっぽい感じっていうのは、まあ、劇場とも言えるんですよね。その中で、そうだね、はいはい、劇場感が、はいはい、ある意味で美咲も言葉じゃない、言葉の人じゃないわけですよね。全然喋らない。あの運転するっていうその身振りというか、う身体によってで表現するしかなかった人が、彼女もいつの間にか徐々に喋り出す。運転しかも前に向かないといけないじゃないですか。そうだね。運転したら怒られる。家族に。そうか、だから身体の人が2人なんだ、あれ、あの美咲とあの高槻っていうのは身体側の人、ボディの人なんだけども、言葉の人になって、これはすごい明瞭に溶けてる気がするな。学校もある種失語症というかね、ちゃんと自分のことは言えないっていう、まあ失語確かに、うん、喋ってはいたけれども、うん、本当の言葉は喋ってなかった、うん、いい声ではないです。セリフだもんね、家福って。だからその、うん、そうだね、だから冒頭その意味で言うと、うん、お父さんって不思議な存在になりますよね。言葉の人であり身体の人であり両方を兼ねてたっていう、すごいそうだね。夫っていう名前も面白いじゃないですか。もうだからね、そう狙ってるって狙ってるよ、サウンドが、はい、だからすごい、それ面白いですね、うん、でもそうなるとその車っていうこの装置っていうの、うん、あの正体が見えてくるかもしれない。でもさ、でそれでありつつ思うんですけども、はい、やっぱりそのでもその浜口さんがあの描くそのボックスステージだったりするその表と裏っていうのは、うん、やっぱり僕ねどこまでも人間的なものだなっていう気がすごくしてて、ここはねすごく思うところなんですよね。なんかね全然関係ない話のように思うんですけども、はい、この前ちょっと下北沢映画祭で、はいはいはい、月永さんもこの勝弁で話したあの眠る虫の金子由奈監督と、うん、あとあのアミコ大座同士の山中陽子監督のお二人の対談の進行をしたんですよね、うん、その時に山中さんがすごい面白いことをおっしゃって、うん、全然金子さんと山中さんご自身、うん、我々違う資質が違うと、うんうん、で違いますよねって言ったら、で何が違うかすごく明瞭におっしゃって、うん、山中さんは自分の映画はどこまでも人間の映画、うん、そう でも金子さんは、言ったら人間を対象化しちゃう映画っていうか、うん、なんて言ってたか、ちょっとそれ正確な言葉じゃないですけども、そういう感じですよ。つまりその、ね、人間の映画ってことはどこまでもヒューマニズムなんですよね、うん、例えば生き難さだったり、あるいは人間が生きる世界観、うん、ただその金子さんっていうのはそのまあ死生観、死っていうことも含めて人間を対象化しちゃうから、うん、まあ、ある種アンチヒューマニズム、はい、あるいはちょっとアニミズムにも近づくような、うん、まあ、人間も所詮宇宙の一部であるっていうような感覚か、でこれって全然違う、うんうん、で黒沢清さんはやっぱりアンチヒューマニズムに傾く、うん、ね、はい、怖さが、うん、所詮人間なんだみたいな、ね、怖さがやっぱりすごくあるじゃないですか、うん、でもその
浜口さんの場合はやっぱりどこまでもこの方は人間の世界を描いてるなっていう気がするんですよね。だからそのロメールっていうのはその偶然と想像でロメールを参照したっていうのは僕だからすごくその納得するところで、やっぱりあのモラリティだとかあの人のその生きていく中の道徳だとか、まああのホンサースの時にちょっとそういう話になりましたけども、なんかやっぱ人間世界の話なのね。人間世界、うん、だから謎のホンサースオマージュシーンもあるんじゃないですか。そうなんですよ。だからホンサース潰しにかかっていってるの。なんか本人言ってましたよ、ズームはホンサースだけの特許じゃないみたいな。じゃあやっぱ潰しにいってんねん。スピード違うじゃないですか。あ、そう。早いの方が、はい、そうだからその浜口竜介がじゃあ誰に似てるかって言った時にいろいろもうわけわかんなくなるけども、はい、でもカサベテスっていうのは確か人間の作家なんですよね、はい、でもカサベテスにもやっぱ似てないと思うとかね、うんうん、そういった補助線引いていくとやっぱりかなり独自な立ち位置に見えてくると思うんですけども、うん、あとね、うん、相馬慎二さんやっぱり大きいんじゃないかと思うんですよね、うん、あ、なるほど。何ていうかな、まあ、相馬慎二をやるのは絶対難しいし、うん、まあ、できないことなんだけども、それをいかに継承あるいは何ていうかな、ちょっとこう屈曲させてね、自分のものにするかっていう意味では、まあ、そのセリフにこだわるってことは、うん、まあ、例えばそのファーストシーンにしても長回しみたいな感じですね、うん、まあ、言葉による長回しみたいなことでこうずっと進めていくわけですよ。で今こう相馬慎二みたいなあのスペクターの映画を作れないじゃないですか、うん、まあ、撮影所もなくなって、うん、そういう、まあ、スタッフの力もあるのかもしれませんけど、それをこう今やるにはその言葉でこう引っ張っていく、あれだけのハッタリをかまされることができるっていうのは、うん、浜口さんが発明というかな、うまく引き継いで発明したと思うし、あとその何ていうかな、リハーサルという意味でそのセリフを 何度もやるってことは、あれをこう身体的にこうね、何度も同じシーンをやって、昔みたいにね、役の違われるとか斎藤由貴がこうね 100回とか200回とか同じやるわけじゃないか、ノイローゼなんで、ね、今やることはできないけれども、セリフをこう何回も読み合わせるってことは可能なわけで、うん、それをこ う, うまく浜口さんは引き継いで自分のものにしたんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。でも僕西島さんにも翔さんとね一緒の回で、うん、ラウンドでインタビューしたんですよ、はい、あと映画とかも岡田さんと3人で、はい、その時に、うん、なんだろう、映画に現れていないテキストまでめちゃめちゃ読んだみたいな、うん、月川さんもなんかインタビューで書かれてましたよね、サブテキストと呼ばれるものがあるんですよね、現場の中に膨大にあるっていう、用意してるんです。ハッピーアワーの時もすでに用意してるんですよね。あれってサブテキストっていうのはあれだったら、その現場で生まれていく言葉っていう感じなんですか。結構、まあ、私も詳しく見たわけではないですけど、うん、多分話によると、うん、浜口さんが用意してしたものもあれば、うん、俳優さんたちにその役になりきってこう対話をしながら、うん、要は質問事項、あなたはこういう時どういうことをする人ですか、うん、みたいに投げかけてお互いに答えながら、この人はこういう背景があってこういうキャラクターなんだっていう詰めていくテキストもあるし、うん、浜口さんがその間に作っていくテキストもそれぞれにあるみたいです。それは翻訳もするんでしょ、はい、いろんな国の方がいらっしゃるから、それをな現場でどんどん積み重ねていって、それをの一部が映画になっているってことなんですか。最初はだから脚本にはなんか多分脚本を何回か書いていく中に、うん、同時進行でサブテキストが用意されてると思うんですなんかインタビューで聞いた時だから結構サブテキストの要素が脚本の中にも入ってきたって、だから要は最初は脚本にはなかった美咲の過去の話とか脚本上はなかったんだけど、なかったのか、サブテキスト書いていくうちに、いやこれもやっぱり入れた方がいいって増えてきたっていうか、多分同時進行でものすごい資料を浜口さん書かれてると思うし、それを俳優さんたちにもかなりの量を共有されてるんじゃないかなと。うん、やりながらの発見ですね、いろいろ多分、うん、本読みから、でしかもそやっぱりテキストに起こしていくの、はい、わざわざ、うん、疲れるな、疲れる考えるだけで疲れる、考えるだけで疲れるな、けどそれが楽しいんじゃないですかね、うん、浜口さんね、西島さんでも正直きつかったって言ってきついよな、楽しいなでしょうけど、まあまあまあ、多分これを
普通のそれこそ他の仕事もされているプロの俳優さん、うん、今の日本の俳優さんに頼むことってなかなかできないことですよね。確かに時間が必要ですね、うん、ただそれが多分その今までの浜口さんの、うん、まあ、実績プラス多分今回の映画の中でもそういう本読みを入れたっていうのは、うん、そこもあったんだと思うんですよね。僕ら現場に来るからにはこういうことを言いますよじゃないですか。だから事前にだから OK を取るんですよね。こういうやり方をやりますけどいいですかってことを聞いて、うん、で納得しない人はまあ無理だってことです、ね、だからここにやっぱ参加されてる精鋭の皆さんはやりますよというところで入ってきたという、うん、それでもやっぱり本読みっていうものを商業用語の中に入れること自体がもう奇跡みたいな感じで、ね、すごい脚本の構造を最初頭の中でこうなら本読み入れるかもっていう、そうですよ、はい、それはすごかったですね。だからある意味トトノキさんもさっきおっしゃった相馬慎二っていうのはすごく意識されてるんじゃないかなとは思いますね。相馬慎二についても浜口さん書かれてるんですね。やっぱり何かどうやって今のそういう時間が本当に限られている日本映画の中でどこまで俳優たちに多くのものを望んで自分の思うように演技をつけられるかっていうことを自分なりに考えた結果こういう形になってるのかなと、うんうん、でもこれもやっぱり日本映画界への、まあ、ヒントっていうか、やっぱり撮影期間が必要っていうところじゃないですか。相馬慎二について考えることってまさに日本の中で商業映画を撮るとは、はい、作家性を、損なわずに商業映画を撮るとはどういうことかについて考えることでもあります、ね、まあ、浜口さんも本人もやっぱり相馬慎二監督の商業映画を見て自分の作品で商業映画で可能性があるっていうことも話しました。でも相馬さんの影響って今めちゃくちゃ大きいね。ゼゼ、ね、さんとかもそうだし、その割に海外そんなに進歩してないのはちょっとその辺が本当に惜しいっていうか、本当日本映画の隠し玉みたいな。そうですか。日本映画の監督さんみんな影響を受けてるけど、うん、国際的な知名度ってびっくりするぐらいないない、ね、大学クラブがベルトリッチの時だって、はい、東京映画祭で賞取りましたよね、はいはい、あの時ベルトリッチが押したんですよね確か、まあ、台風クラブが唯一そ、ね、そのジャーム市とかに行ったりとかっていう流れありますけど、ね、うん、あれぐらいじゃないですか、うん、引っ越しはベルリンは行ってるんですけど、うん、話題にはなってないんですね、うん、あと、うん、アハルがちょっとなんか賞、はい、最後の方ですね、うん、多分でもショーン・ベン・ライダーとかが一番インスパイアしてるのが大きいと思うんですけど、うん、あの辺ってなんか知られてないですもんね、うん、不思議な気はしますけど、うん、でもまあそれは逆に浜口さんがやっていく中で、うん、まあ、これからね、これからだと思います、ね、うん、黒沢さんがでもおっしゃってたのはやっぱりその相馬さんはすごいんだけども、うん、やっぱり喋らなかったからっていうのはすごくおっしゃって、だから自分はとにかく喋るっていう、うん、その喋る伝統が黒沢浜口深田講師と喋りますね、是枝さんもそうですけども、やっぱりちゃんと続いて、ようやくそこがちょっと突破口になりつつあるっていうところは弔い合戦じゃないけど、うん、その意味で言うと僕だからその、大島っていうのは、うん、喋る人喋るですね、そうだからカンヌで弔い合戦で言うとセンベルの弔い合戦をやったっていう言い方はできる。で僕ねコメントにこれセンベリって書いたんですよ、はい、そうそうこれ狙ったわけじゃなくて、でも結構ね直感的に思ったのが、うん、僕実はセンベリなんですよね。それはでも月永最初におっしゃった商業映画の中で作家性がむしろ上がってるみたいな、うん、変な映画を、うん、その商業的な大きなスケールの枠内で、うん、やるっていうことも含めてなんですけども、やっぱ多性的なところっていうことですかね、うんうん、まあ、とにかく衝突させていくっていうことを徹底してやっていくっていう、まあ、それがねでもある種その、ヒューマニストとしての融和に向かうっていう展開があるんですけどね、うん、そうそう有名なあれですね、最後のたけしのね正面の、うんうん、ミスターローレンスとかあるんですけど、あれはまさにカメラ真正面に置いてた、そう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 、まさに、ね、必殺の、そうあれとそのさっきのね、うん、岡田君のその正面のカットが、ね、まあ似てるとは言わないけども、ああいう姿勢がね、そう、うん、しかも最後のブッダの笑顔と言われたたけしさんの最後のショットが、うん、
意味わかんないじゃないですか、うん、あの顔の意味そんな人だったっけ原文装って、ね、急になんかいい人だなんか着物が取れてるから、ね、めちゃめちゃいい人でそんな人じゃなかったとかこれの岡田真樹さんと近いそうか原文装だったんだそうだだからあの人多分もしかしたら歴史に残ると思いますね残ると思いますね、はい、びっくりするもんなやっぱ浜口さんってなんでしょうね確かにドラマが昔から大きいでかいんですけど、うんうん、意外となんだろうちょっとトレンディードラマじゃないですけど、うん、なんかそんなベタなことやっちゃうんだみたいなあるんですよ ね、 そ、 う そ、 うねそこのバランスが不思議ですよね、うん、なんか結構照れずにそこはやる照れずにありますよねだってまあ、偶然と想像のね第一番のその過去の云々かんぬんの話だけども、うん、かなりロベールっぽいあれはなんか喫茶店かなんかで横抜きでの会話ね、カップの会話を聞いて書いたって言ったからそれユーミンだと思いましたね。あユーミン的ななんかこう才能でくれたがるカップ。そうそうそうだからそう今おっしゃったように、うん、そのトレンディーなものをこう取り上げるのはユーミンの感性があるわけですよ。なんか確かに浜口さんはだからすごく私ラブコメを取ったらいいじゃないですか。でも今回の偶然とそうそうラブコメに近いじゃん。いや第2話は最高でした、ね。めちゃめちゃ面白い。かなり笑っちゃいます。あれラブコメ。シーくんっていうか私だって親密さもすっごいあれものすごい描いてること、うん、高尚な、うん、もう演技みたいないろんなお話なんですけど、うん、でも何が一番好きかって一番最後に、うん、再会した元恋人たちが、うん、駅で再会してしかもすれ違ってから京浜東北と山手線の中で、うんはい投げキスみたいな、うん、そう、ね、で別れてく電車でってあのシーンはやっぱり伝説ある意味伝説ですよねびっくりしたもん伝説です軍に入ってるみたいないやもうでもそこで全部なんか持ってかれる持ってかれるいやもうこの映画好きみたいなあの舞台のままで終わってるとなんかちょっと違うそうそう全然違うだから山っ気があるのかな意外になんかそういうとこが毎回あるんですよ、ね、でもね照れずにやるっておっしゃられたのはその通りだと思うんで、うん、僕だからそのアバンタイトルが僕際どかったので、うん、ことごとくそこで、うん、あの絵に描いたようなアッパーミドルの生活にちょっと笑いそうになるんですよ、うん、リアリティはないですよねなんかなんだっけ夏目うなぎ、はいまあ、夏目うなぎか、こう PC で見ながら、うん、こう音楽はアナログバイナルで流すみたいなそう優雅なね、うん、感じでこうなんかね結構ねもう一応こうトランクにこう家福が服詰めるんですけども、うん、結構ねセオリーのタグとかが結構チラッと見えたりして、うん、割とこういいもの着てますよ感とか、うん、なんかねそういうのが結構ね来るんすよいろいろアバンタイトルって、うん、でそこで僕ちょっとその出だしの新劇場も含めてすごい不安になってたんですけども、うん、でもなんかザ2枚目的な風景を照れずにやるからこそ、うん、本編が生きてくるんですよね、うん、やっぱりその進撃ワーニャおじさんとかに移った時に、うん、トーンを変えちゃったらまずいから、うん、やっぱり照れないこと重要なんですよね、うん、これを、うん、そうで、はい、それを徹底してやってるからすごいなと、ね、黄色い、ね、原作の車を赤に変えるってことも、まあ、照れてないですよねもうこれでいくんだっていうやっぱりこれってなんで変えたんでしたっけ色合いでしょ色合いです、ね、色合いだけですよね映えるってことですよね絵として黄色だと埋もれちゃうから、うん、埋もれちゃうから、うん、でも逆に実は日本少ないじゃないですかこういう大胆な色を使う車あだから照れるんじゃない、うん、シャイだからシャイですよく中国の友達に日本に来た時は、うん、日本の車は白と黒ばっかりでいけるんですよ確かにな服装も同じじゃないですか、うん、あそうだね、はいはい、そんな感じの顔、うんなんか中華系の人はかなり華やかな服装してるやっぱりこの車を乗るってその技術がすごいですよね乗れるんですもんねこれねみんな見るでしょこの赤い車で、そこまででも確かに考えなかったけど言われたらそうですよね、うん、なんか完全にここは固めていって、うん
まあ、美学的な要素もあるっていうことですよね、うん、映えるっていう、はい、サーブ自体も少ないし、これだからなんか借りたやつですもんね、はい、もう生産してないからっていう、はい、だからそれでもやっぱりこれが良かったっていうぐらいにやってるってことですよね、はい、だからなんかそこ の, その村上春樹も使う、あとその瀬戸内も行くし、北海道も行くし、韓国も行くっていう、そのロケーションの選び方の、まあ、ある種照れない感じっていうのも、うん、いいですよね、うん、まあ、でもそれって大島もあって、うん、樋口直文さんも言ってましたけども、はい、ここでギャルソン着るんだけどちょっと、はいはい、痛い感じも、こう放ちつつでも着ちゃうみたいな、山本関西とか、ね、そう着ちゃいますよね。そう、でもそこのなんか思い切りの良さっていうのが、うん、結構そのやっぱ海を越えるスケールといいますか、うん、それで押し出しがないとね、押し出しがっていうのはちゃんとあられるってことですよね、うん、でやっぱりあとそれをこう裏付けるものとしては言葉の強度っていうことかな、うん、だからその僕ねいろいろその比較物とって思いついてたのが、はい、その西島さんにインタビューした時に、うん、僕からじゃなくて西島さんから出たんですよこの話が、はい、風の電話の、設定がやっぱ似てて、うん、車ね、はい、こっちはその福島出身の労働者で、はい、震災で家族を亡くしてる設定、しかも車に乗ると、うん、で諏訪信弘さんはこれ広島で撮影してる時にたまたまちょっとなんか、遊びに来た時があったっていうことを聞いて、でしかもデュオでね、西島さん、最初に、突出したものとして組まれてる、あとやっぱそのカサベテスの影響ってことでいうと、日本だとやっぱ諏訪さんがまあ第一人者って言えると思うんですけども、そう思った時に似てるからこそ全然違うなっていうふうに思うわけですよ。そこでだから僕その、浜口さんで卒大学東大の方の卒論がカサベテス論なんですね。で西島さんもカサベテス2000っていう、ハズバンズとミニアとモスコービズ愛の奇跡が上映された回に結構衝撃を受けて、今の形の俳優になってこられたっていう流れもあるんですけども、ただやっぱりその諏訪さんは逆にそのテキストっていうことでいうと、うん、もう脚本アンチ脚本ぐらいに、うん、脚本を減らしていくっていう方法を捉えてるわけで、はい、全然逆です逆です、うん、だからなんかその同じ影響を受けてても資質でこんなに変わってくるっていうのはやっぱりなんか面白いなと思いますけどね、うんうん、これってなんか当然なんか近い遠いでいうとなんか思うことってあります、この2作近い遠い、うん、どうなんかやっぱりでもね、ずっと前からその浜口さんはインディペンデントで自分はインディペンデントではないっていうふうにおっしゃってましたよね。あ、そうなんですか、うん、インディペンデントの作家じゃなくてむしろディペンデントだと、うんうん、だからもう初めからその、まあ、商業的なというかもう幅広く見てもらいたいっていう人だと思うんでね、うん、だからそのためにはいろんな策を講じることは全然それこそ出れないんじゃないですかね。だからそのテキストを重ねていくっていうのも、うんうん、ある種その分かりやすさっていう面はありますよね、うん、ありますね、うん、だから決して難解な人ではないですからね、もうね、難解な作家として語っちゃうのはもったいなくて、どんどんそれは思いますね、それこそ本当、まあ今下宿はもうねそんなに今皆さん見てないけど、それぐらいの時間帯のもう8時とか9時ぐらいのテレビを任せてもいいぐらいのトレンディードラマで、ね、そうそれでちょっとこう見てる人があれちょっと違うなと思いながらも違うなってその感触がね、まあ、それこそハッキングですよね、そうその時間帯を作家さんでハッキングする、うん、まあメジャーと言われてるところでどんどんその球を投げていっていいような人な気がしますよね。うん、でもそれってなんだろうな、でも逆に言うと、うん、それでもそのある種の難解さっていうものがまとわりついてるようには見られてるってことですかね、それでやっぱりその構造のこってり感ってことなのかな、うん、まあまあ、あとオープンエンディングな感じですかね、その エンディングも特に、まあ、今回のね、うん、作品のとこもいろいろこう解釈ができるじゃないですか、うん、だからすっきりとした答えはこうですっていう、まあ一応結論的なものはあるけども、あ、つまりその従来 の、うん、その気象転結的なカタルシスの行動には乗っていない、うん、ないというような気がしますけどね、まあ、でもそこはちょっと渡せないところっていう気がしますよね、うんうん、でも今の結末でもある種今の主役は普通にやる方じゃないですか、うんうん、あれ以上分かりやすくできない、うん、そうですよね、うん、ただ
ただやっぱり何かこの流れに乗ってそれこそ車に乗るように、うん、あのすんなりは見れますけど、うん、でもやっぱりやってることのすごい高度さっていうのは高度ですね、どっかで残、うん、やっぱり残りますから、うん、それをじゃあなんかテレビでこれをあの金曜ロードショーとかでやってみんながわあいい映画ってなるかって言うとやっぱちょっとそこは違うんじゃないかな、ね、車を乗ることだけじゃないです難しいよ、やっぱり3時間あるし、ワーネおじさん絡んでくるしっていう、そこのハイブローさっていうのはやっぱりあるし、うん、あテレ東でね、2回に分けるとかね CM さんだよいやだからなんかそのそこにあるものっていう意味で言うとなんかやっぱりなんだろうな、でもそのいろんなそのインディペンデント的な、うん、あの実験映画の試みっていうのがその株構造にいっぱい眠ってるなっていう気はあって、うん、あの一つ僕だからその比較で言うとね、うん、あの風の電話、うん、ドライブマイカーいろいろありますが、あの変身、うん、石田智也監督の、立教大のね、あの、うん、大学院で撮られたあの、まあ車椅子を使って、うん、あの生活されている石田監督、あの障害者の表現活動の可能性を探ろうとして取材をしてた、うん、あの PFF グランプリ作品の変身っていうのがあるんですけども、うん、これがあの立教大 の映像信託学科の特任教授あるジャレオサムさん、うん、ダンサー振付師の浜口監督の不気味な肌に触れるにも出てこられた、うん、ジャレオさんがキーパーソンになってる変身っていう映画で、月野さんご覧になってますよね、なんか記事見ました、うん、トルクさんご覧になって、うん、あ見てない、はい、これでもね近いんですよね、そうですね、あの回はもう言ったんですよ、そうはいはい、あの言ったそれこそ手話も含めて、うん、あのあれもなんかその身体と言葉っていうことをめぐって、うん、なんかかなりタッチするものがあるんです、この感じ、うんうん、近い部分多いです、うん、あれはもうさらになんか実験的なところ完全に、はいはい、なんかその、はい、いわゆるこういうなんか商業映画的な取り組み方とか全くしていない、もっとピュアな、はい、あのドキュメンタリーがあの篠崎誠監督が指導についてるんですね、うんはい、だから本当にあの現場から立ち上がってきたあのすごくユニークな傑作ドキュメンタリーだと思うんですけども、うんうん、ただやっぱりその人間のそのなんだろう、まあダンスも含め言葉も含めその表象ということと、でもそのなんだろう奥にあるもの、うんうん、それの試みっていうのがある種整理されないままドキュメントの形で映ってるっていうのがあって、あれをこの裏に貼り付けるとすごい面白いなって思う。確かにそうか、うん、あれ不気味って長編もするってずっと言ってるんですよ。あ、そうなんですか。はいはいはい。To be continued って書いてるから。うん、あ、確かにそうだ。もうずっと待ってる。ずっと待ってるんです。確かに、はい。そういえば今そのジャレオさんの名前を聞いて思い出したんですよ、はい、浜口さんの映画、これは変身を見てもそうちょっと思い出したことなんですけど、うん、変身もすっごく面白い映画で、でもその一つの要素としてやっぱりこうジャレオさんって人が出てきた時から急に映画のこうなんてテンションが変わるというか、なんか彼の言葉を聞いてると、なんかその要は大学の先生としてあの監督がインタビューに行くんですけど、でもなんかジャレオさんがこう、でも君はどう思ってるの、石田君はどうしたいのみたいに聞いてると、いつの間にかじゃあちょっとみんなで話し合おうかみたいになっていったり、ちょっとこうセッションのようになっていくような、あの不思議な空間がいつの間にか導かれていくっていう同志みたいな人がいてっていうので、そういえば浜口さんの映画ってちょっとなんか自己啓発っぽいというか、でもハッピーアワーとか結構もろにそうかも、こう知らない間にちょっと怪しげな、あの世界に入っていくっていう、あるでもなんか自己啓発セミナーに参加したような、でもそれが多分その異世界に本当に連れて行かれるって、うん、いつの間にか自分が連れて行かれるっていう面白さだと思うんですけど、いやこれだからセミナーの部屋ってことですね。やばいよ、やばいよ、だってセッションが起こって自己会議が起こっていくボックスが全部中です、ね、怒られそうですけど、でもこれでも当たっていると思います。そうですよね、やっぱり自己変容ってことってでもそういうことですもんね、うん、そうですね、だからまあ外部とこうね接触しないで、その中に、うん、まあ閉じこもって、そうで自分でも思っていなかったな、うん、開いていく、開いていく、うん、
扉が開かれる。でそれを見てる、また劇場で見てる僕らもなんか開かれる。開かれる。感化される。確かに。なんかそれがあたかもこのなんか本当にドラマの中で行われていくので、うん、すんなり見てますけど、うん、結構ものすごいおかしなことが確かに言われらそうですね。なんか浜口さんの映画に対するこう見てる人の変な熱狂してしまう感じっていうのはちょっとそういう怪しさがあるような感じ。セミナー的な怪しさ。でもワークショップにしろリハーサルしろセミナーってかなり親近性はありますね。近いですね、はい、確かに、うん、その自分の内面を掘り起こしていく作業っていうところで、しかも対話を積み重ねて、はい、繰り返して、はいはい、でなんかリーダーみたいな人がいるってことですよね、うんうん、であとそれがね、村上さんのその原作のね、まあ、他人のことを理解するためには自分の声をっていうふうに、まあ、そういうふうにひっくり返すじゃないですか。そうだな。だからまあ結局自己啓発に行くわけですよね。それは悪い意味じゃなくてね、悪い意味じゃなくて、そうそう、自己啓発するためにはやっぱりその自分のその内側の声を聞くんだっていうところにしかやっぱり人間って最終的にはそこにたどり着くじゃないですか、うん、だからやっぱりそこで言っても本当にヒューマニズムの人ですよね、うん、どこまでも、うんうん、人間の人なんですよね。そうですね、うん、だから対話も信じるしっていうことですよね、うん、黒沢清さん の何話してんだか分かんないのような感想が全然ないです。ね、マットサイエンティストみたいでしょ。すごい真面目になんか聞いてるんだけど、なんか突然変なこと言ってますけど、ね、そこは好きなんですよね。クリーピーの香川照るさんから聞いてこない絶対出ない、明らかにおかしいな、この人宇宙人違う言語で話してるな人っていないですね。なんとか同じところで話そうとする、うん、同じ世界みたいな感じです。同じ世界ですよね、はい、だから人間世界で作ってるっていう感じ、うん、不思議ですよね、うん、その黒沢さんと確かにその黒沢さん の、うん、教え子であり、うん、で芸能時代から黒沢さんはすごく多分絶賛されてたと思いますけど、浜口、うんね、さんのこと。だけどやっぱりどう考えても2人の作る映画って全然違うんですよね。根っこが違うっていう感じで、うん、そこは行き着く先はもう世界観みたいな、ただそのくらい違うからこそ黒沢さんも認めるというか、そうですよね、作家としてってことなんでしょうね。近かったらもう嫌ってなるかもしれない。真似みたいなこと、私は真似しそうだっていうふうになっちゃう。そうですよね、はいはい、コピーみたいになっちゃうけど、全然違う方がで、やっぱり重ねていくたびにその資質っていうのがどんどん出るようになっていくっていうことはあるかもしれないですよね。でもパッションの時からもう喋りまくってたから、いきなり出てた気もするんだけども、うん、あれって見ました、何食わぬ顔っていう最初の、あ、見てないか、見てない。それ見ると、うん、それは東大時代に作ったのかな、芸大入る前ですけど、うん、それは2003年ですね、はい、すげえ前です、すげえ前。それは完全にハズバンズやろうとしたなって感じの、まあ、本人も出演してます。そう、あ、そう、そういう初々しい時代が、はい、葬式というか仲間の死、はい、葬式に出た男を3人だったかな、あいつが作った映画完成させようぜっていうところから、ただそこでも確かに後半はいきなりその作った映画になるんですよ、うん、そのものになって、でも出てる人たちは一緒っていう、うん、浜口さんも2回出てるけど2回目は違う役みたいな、うん、ちょっとその二重構造は親密さであったような感じだとか、うんね、ありますけど、うん、あれ見ると確かにちょっとあ、はずまずやりたかったかなっていう感じがなるほどな。なんかだから原田雅人さんね、うん、まあ、これまた批評家的な、ね、はい、もう目を持って、しかも実作の方に描かれた方で、うん、で、あの方の その、まあ、神風タクシーという、うん、大作だと思いますけど、あの中でも セミナー的なシーンがあるじゃないですか。ありますね、うん、だからやっぱり自分 その今見てきた映画をね、いかにこう映画にするかっていうところで、うん、なんかまあで今ああいう場合は本当大メジャーの監督になってるけども、うん、かつてはまだね、それこそもうなんていうかな、まあ、自主映画じゃないけど、うんうん、の星としていった時期があって、だからまあそういう転び方というかなり方もあるから、確かに今後そのね、どういうふうになったか分かんないですよね、うんうん、確かにな、うん、そうで、ぐるっと戻るようなんですけど、うん、村上春樹ってお好きですか？
難しい、ね、大好きじゃないですけどね。でも村上春樹の映画は好きなんです。映画は好きです、ね、それぞれ解釈が面白いって感じなんですか。そうですね、それね、うん、僕だから初期の作品とかすごく好きで読んでたんですけども、これちょっと読み返したら、結構男性権利は強いですね。最初 の、 ドライブマイカーの最初の文章で問題発言じゃないですか、うん、そう問題発言多いなと思ってなんか問題って嫌だって言いますよね。嫌でしょ、それは絶対に。そう、それね、誰言ったかというとちょっとその仲のいい女性の編集者さんが、ちょっとこれを絡みでお仕事した時に、自分はその村上春樹の描く女の人がすごく苦手だと、結構はっきりおっしゃってて、あ、そうかと。でも確かにこれ読んだら結構きついとこあんなと思ったんですよね。なんかイメージはそうじゃないと思うんですけども、どっちかというとその村上龍さんの方が同期でいうとマッチョっぽいイメージあると思うんですけども、なんかあっちの方はもっとなんていうのかな、ニーチェ的というか、うん、両方ニセソス的というか、うん、もっと混沌とした、うん、まあ、男でも容赦ない、うん、世界だと思うんですけど、村上春樹さんの世界って割と妄想男子的な男子性原理の強さが結構強烈にある世界ですよね。だからその意味で言うと浜口さんのドライブマイカーでそれ完全に払拭というか脱臭してるのもすごいなっていうふうに思ったんですよね。まあ、その部分で評価してる方もね、いますよね。いつみたいですね。女性、まあ、そういう評価読みましたね。そうですよね。ライターさんがいらっしゃいました。評価されてたなと思いますね。月永さんご自身はどうなんですか、その辺。ただ村上、そう、この春樹のやっぱ原作読むとうわーっていう感じがあるので。カメだな。最初のあれが。美咲の描写から、美咲の描写とかルッキズム的なことに、まず胸の大きさを言うとセクハラですもんね。もうどうすんのこれみたいな感じですけど、だからいや浜口さんは本当にその危ういものを選ぶなっていう感じはすごくして、ただその中でだからものすごくこれが例えばなんていうの、フェミニズム的な映画だとは、とまでは思わないですけど、ただそういった要素をことごとく必死でニュートラルにしてったなっていう感じは、だから何か女性が見ても嫌な感じになるようなところは削ぎ落としていったなっていう感じは映画を見てしましたね。しますよね。だからなんかその、言葉とセックスが描かれて恋愛的なものも描かれるはずなんだけども、やっぱりそのラブストーリーの印象がないっていうところとつながってるっていうか、なんか あんまりなんかその別のことを描こうとしてるように見えますね。やっぱり一番心配するのはこの家福と美咲の関係が恋愛的な何かに匂わせた瞬間にすごく嫌な方向に行くと思うんですよね。いやでしょ、それはすごく良かったですね。それを一切感じさせないっていうのは良かったですね、それぞれっていう感じがそれぞれすごく良かったです。あれ多分10人監督やらしたら8人は匂わせますよね。いや匂わせたら終わっちゃったなって感じがやっちゃうと思う、はい、匂わせちゃう。最後はもうなんか抱き合ってその後みたいなこうなってからもラスト の雪の中で、はい、確かその家福がこう前に来てそのバック後ろに、ね、美咲がいるあのポーズがね僕大好きなんですよ。あれはこうなんかすごいなと、あのシーン好きですね。割と北海道のロケっていうのは最初から決まってたんでしたっけ。なんかいろんな最初はプサンですか。プサン、あ、いや北海道が決まってたの。だから逆にプサンから北海道までフェリー乗って車で大旅行するつもりだったらしい。あ、そうか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 、はい、で広島がプサンが行けなかったから広島にするっていう、まあ、最後北海道までドライブするっていうのは一緒だったみたいですね。プーさんから北海道さらにすごいなフェリーに一回乗ってみたいな、うん、でもさそのなんだろう、これロードムービー、これと合わせて思ったんですけど、ロードムービーの感触ともちょっと違いますよね。そうですね、うん、そこもなんか不思議な気がして運転してるけどね、運転してるけど、はいはい、そう、うん、でも同じところをさ行ったり来たりする感じだし、はい、うん、
車の中のシーンが本当に多いとか、うん、そこちょっとキアロスタミの、あ、そうですね、はいはい、ですよね、本人ね、そこはだからなんかそういうあのキアロスタミか、ワイルドソン監督は本当正直に言ってくれますんで、言うな、確かに、ネタバラシ、そうそうそう、そして人生は続くですよね、確かに本当そうだ、言われれば完全そうだ、遠くを移動してるんですけど、うん、結構こう止まったりこう戻ったり、うん、また行ったりみたいな、むしろその中の空間が大事っていう、うん、ですよね、うん、移動じゃないんですよね、あの風の電話っていうのはそういう意味で移動、ちゃんと日本縦断ロードムービーっていうあのラインがちゃんと保たれてるんですけども、うん、ドラムワイカーってロードムービー移動感っていうのがすごく希薄で、うん、だからどのジャンルにもこう属さないんですね、きっとね。それってやっぱりでもちょっと難解さにつながりますよね。やっぱりこれ何の映画かって言いにくいもん。うん、実はかなり移動したじゃないですか。北海道まで。めちゃめちゃ移動してる。大移動ですよ。大移動、大移動乗っかってるし。最後ね、またプサン、シンガポール、プサンというか韓国に行きましたし。なんかその、そう、あの難解ではないんだけども、そのでもどうしても難解さが付与されるとすれば、やっぱりその。何の映画かなんかよく分かんないですよ。一言感想で言うとっていうかこと難しい、難しい、最初難しくてなんか多いとかそういうことなんかこうだからロードムービーだとこうね 線を結ぶわけじゃない、 A 地点から B 地点までっていう、だからその線がなくてやっぱり点がいろんな点がこうあって、 そういうことですよね、その点をこう、うん、オーバーラップして撮ってるって感じがしますよね。そうだから そうですよね、うん、あのね、なんかね、それはすごく、でもテキストの映画だから、うん、やっぱりその移動のあの流麗さと相性がまずないだろうなと、うん、合わないというよりもないに近い、うん、やっぱりその、足して足して掛け合わせの作業が、はい、あのサブテキストっていうものも含めて、うん、もうめちゃめちゃするわけでしょ。だからなんか、うん、僕のイメージの中では、でもまあ多いっておっしゃったら本当その通りで、なんかね、全部文字でぎっしり埋まってるっていうあのドライブマイカーって映画のイメージを思うけど、全部細かい文字で3時間ぎっしり埋まってるってイメージが思い浮かぶんですよそうそう、でそれ以外のイメージが出てこなくて、だからラブストーリーってそれそんなジャンル映画でしたっけみたいな感じになる、ね、うん、でだからそのさっき言った寝ても覚めてもと比べて違うのってそこかもしれないですね、うん、あっちはやっぱりちょっとそういう意味ではジャンル映画の、何個か掛け合わせました感っていうその枠組みがかなり規定されたものであって、ちょっと窮屈な感じがするってことか、やっぱり入れてるものは、うん、多いと思うんですよ。ネタを収めても、あの2人の、まあ、2人というか3人というか、うん、あの人たちの話プラスそれこそ震災の話も出てくるしとか、うん、さらに、ね、同じようにあの周りにいた友達のそれぞれの人生もあったりとか、うん、で朝子 の震災に対する関わりとか、でもやっぱりなんかそういうものが詰め込んだけれども、この尺ではやっぱり描きれなかったんじゃないっていう感じが、無理やりちょっと終わらせちゃったようなところも感じてしまって、唐突でしたもんね、なんかね。そうなんですよね。だから決してすごくあの映画としては、特に日本映画としてって考えるとものすごくレベルが高いし、すごい映画だとは思うけれども、なんかこういうことなのかな、浜口さんがその商業映画で撮るっていうことはっていう、ちょっとモヤモヤした思いがあったんですよね。いや、そう、本当そうなんだ。じゃあそれを今回は挽回したと、うん、なんかもう、あ、むしろ前回も練習みたいな感じまあまあ、まあ、踏み台と言った人ですけど、ね、まあ、あれがすごくやっぱ好きな方たくさんいらっしゃるから、あれだけど、ね、乗り越えていくんでしょうね。その時々のその完成度をまた乗り越えるっていう意味の練習ですよね、うんうん、いや、そう思います、うん。あとね、僕その寝ても覚めても、いや、もちろんレベルが高いことは前提なんですけども、うん、ちょっとそのネガティブに思っちゃったのは、多分あの君の鳥は歌えると同日公開だったからでしょうね、うん、あの君の鳥、三宅さんの君の鳥ってなんかすごい洗練されてたから、びっくりしたんですよね、あの、あ、結構あの二人も対照的ですよね。そうなんですよね、うん、
あのしかも同時公開奇跡みたいな感じですよ。だから2018年9月覚えてる。9月1日しかも1日か。まあすごいこと起きたりましたよね。なんか似てるわけでもないし、うん、2人も案外年もね離れてるんですけど、うん、あの2本がこう同時だったからなんかみんながやっぱりどっち派じゃないですか。そうなっちゃったところありますあります、まあ、両方好きっていう人も多かったわけですけど、うん、でもそうなった時に僕あの2本だったらかなりやっぱりその君取りの方に傾いちゃってそれも大きかった、うん、あれはやっぱりその全部引き算っていうか、うん、もう要素を減らして減らして減らしていって それでも商業映画になるのかっていう驚きはめちゃくちゃあったんですよね。もう環境しか映ってないじゃんみたいな、うん、私もだからなんか好きかどうかで言われるとやっぱり君の鳥を与えるの方がやっぱ断然好きだったんですよね、うんうん、なんかこうやっぱりむしろうまくできないものは映さないくらいのこう、うん、そうですね、うん、気合と浜口さんの寝ても覚めてもいやむしろうまくいかなくても、うん、とにかく全部やってみるみたいな、うん、あなるほどなるほど確かになんかどっちが好きかって言われると映画としては私はなんか潔い良さとして三宅さんの君の鳥が好きだなって思ったんですけど、うん、ただドライブマイカー見てあでもその全てやるっていう、うん、その選択があったからこそこれほどのドライブマイカーのような対策も出来上がったんだなっていう、うんだからこれって別に悪口じゃないんですけども、確か三宅さんって、そういうとこあるかもな。ちょっとね、いや、悪口じゃないよ。ちょっと賢すぎるっていうか、できないとなったらやめてるっていうところ確かにあるような気がするんですよね。なんかそれ、ワールドツアーみたいに思ったもん。性格かもしれないですね。性格やな。なんか、意外に無理しないよな。うん。なんか狙ってるとか良くないですよね。そういう言い方ですと。わかる。そうだね。でもなんかその、やっぱり引いていって引き算するのにすごく向いてらっしゃる方な気はする。うん、逆に言うと、足し算だとちょっとその重い、アタックの強さがなくなるっていうところが、若干感じるところがあって、そうちょっともうこれ無理だったらやめちゃおうっていう選択が君の通りではすごくうまくいって、うん、いってもう本当なんかキラーめいてるだけみたいな映画になってた気がして、でも他の映画に対するその不満ってやっぱりそのなんかちょっと徹底性がやや弱いっていう部分に思っちゃってるかもしれない、うん、でその、浜口さんの場合はまさに逆でもう足すのかかけてるのか分からないけどやっぱりどんどんこうやっぱり重ねていくタイプですよね。で引くんじゃなくて、でそれはもうパッションからそうだったわ確かに。でまあ言ったらその大島や増村っていうそのよく言葉を喋る人もやっぱりそのタイプでもうとにかく乗せて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 って密度を上げていくってことをやるともうここまで突き抜けるんだっていうようなことかもしれない。それがやっぱりその寝ても覚めての場合は、うん、枠組みの中で何かそのクライマックスに行った時に僕は逆にちょっと冷めちゃったっていう齟齬が起こったって気はしますけどね。もちろんそのレベルの高さっていうのは、はい、うん、前提の上でなんですけど、うんうん、で今回のね撮影カメラマンが篠宮さん、篠宮さんだから君取りのカメラが、はい、確かに、はい、篠宮さんがすごいのか、うん、篠宮さんすごいですね、まずね。篠宮さんすごいってことはまあ決定的ですけどね、うん、すごいよ、うん、あとあれですよね、だから三宅さんは割とチームというか撮影もそれこそ篠宮さん割とずっと使ってらっしゃったり、うんうん、なんて言うんでしょう、仲間感が強い感じ、めちゃめちゃ強いあるじゃないですか、うん、でも浜口、チームですね、そう、浜口さんって割とその同じ人とやっているようで結構毎回変えてるんですよね。確かに脚本も今回大江隆さんと共同ですけど、はい、そうですね、確かにだから共同脚本も多いもんな。そうなんですよ、で必ずそれも2作続けてとかはあんまりなくて、うん、毎回変えて撮影監督とかもちょっとずつ変えてる、編集の山崎さんは一緒だったかもしれないですけど、うん、多分それも、まあ、ちらっと聞いたらインタビューの時にやっぱりあえて撮影監督とかはちょっと違う人にお願い してますって言っていて、多分そこもなんて言うんでしょうね、もっと冒険したいというか、あ、なるほどなるほど、そこが違う人であった場合
どうなるか、うん、で同じことあ実験あ 練習じゃないけど、うん、まあでもある種試すっていう感覚が、うん、でそこにむしろ挑戦していきたいっていうタイプだと思うんですよ、ね、そこからできた総合的なあのものがもしかしたら新しい偶然ができるかもしれないっていう、うん、偶然と想像そこ多分テーマと思うんで偶然と想像はあそうです、ね、確かに、まあ、自己研究的ですよね、はい、確かにそのハッピーアワーの畑野工房あの江ノ原さんと高橋さん、はい、ずっとやってもいいっていうぐらい の、うん、あのチーム感はあるのにやらない大江高松さんと今回、うん、しかも大江さん演劇畑の人ですもんね、はい、基本は、はい、となった時にやっぱりちょっとその違う他者性みたいなものを、うん、あのご自身の中に入れて拡張したいっていう、うん、あのだからその三宅さんはもう本当に潤滑していくことで洗練されていくタイプというかあの映画も表裏ないですもんね、うん、あのもう本人ご本人パーティー映画っておっしゃってるけど、うん、本当幸福感を描く、ね、ひたすら描くっていうタイプ、ねうん、ルノワール的なんですかねあそうですね、うん、あの言ってみればルノワールがもうひたすら見たまま、のおおらかな世界っていうところを多分目指されて、うん、でで浜口さんはやっぱりその表と裏っていう主題だとか、うん衝突と融和ってことだったり、うん、何かと何かっていう感じだよな、うん、偶然と遭遇もそうだけども組み合わせて何が生まれるかそう、ねそううん、とですねとで多分ねの映画との映画ですね、うん、これいいとの映画だな、うんうん、三宅さんもそう考えるとその需要も取ったっていうのはもしかするとちょっと違う、うん、ところに行ったかもしれないですね、はい、その後の新作のこと、うん、需要はやっぱり違いましたよねあの、うんドラマだし、うん、幸福感が一切ないそうですねあれはこう引き出しが、ね、あるんだなって思いましたね、うんはい、こういうこともできるんだなっていう、まあ、ある種でも挑戦が呪文かもしれないし、うん、やっぱりその三宅さんはでもすごくそのミッションインポッシブルとか、ね、あの憧れとかトム・クルーズへの憧れもあるようにすごくそのハリウッドライクなザ・エンターテインメントっていうところの憧れっていうのありますもんね。そこで言うとその、浜口さんの目指すなんか小さな映画なりのエンタメっていうのとはまたちょっと違う方向の、うん、本当はでかい映画、まあ、昔から言ってますよね、うん、あの超でかい映画か個人映画しかもうなくなるんじゃないかって言って、うん、その中間的な映画っていうのはその物理的には残っていっても概念的にはこの二極化が進んでいくんじゃないかっていう、うん、あのことをずっと結構前からおっしゃられててそれを実践されてるようなところはあるかなと思いますね、うんうん、その意味では全然近いところにいて全く違う資質を持った作家たちということはできる、うん、面白いですよ ね、 面白いね、はいうん、インタビューされた時に何かご自分のね今でやってきた方法論も変えようかなっておっしゃってましたよね言ってましたね、うんだからそれもえってびっくりしましたけど、うん、やっぱりあの本読みの方法は、うん、ある程度ドライブマイカーで完成されたというか、うん、やり尽くしたから、うん、集大成だからある程度こうやればこうなるっていうことが分かったので、うん、今後は違うことをちょっと試そうかなと思ってますね。そこはすげえなと思って。すごいですよね。そうだから偶然と想像あと4話残ってるじゃないですか。偶然と想像だから多分その本読みまだやってる。あれシリーズか。あれは全7話で予定しても40代から50代までなんか全部作るっていう話は、うん、あそうなんですか、はい、今の前3あの今3話短編集3話っていうのはその後があるあと4話タイトルも偶然想像なんですか分からないです、うん、でもあのロメールのあのあ、まあそうですね、シリーズのシリーズみたいなノリで連作として作っていくというのがある、はいはいうん方法論変えるかすごいですね40代からもしかすると浜口さんの後々フィルモグラフィーを見た時にここまでが第一期なのかしら次第二章確かにな なんか全然違う人にそれこそ変容したっていうかもしれないことが起こるかもしれない、まあ、と言いつつまだもしかしたらまた次やってみてでもやっぱりってなるかもしれないですけどただそのくらい本人は本当に違うことをまた足そうというかやろうとしてるんだなっていう、うん、それはちょっとすごいなと思います、ね、やっぱりこう乗っけていくタイプなんだ、うんうん、でもそのそれこそ深田浩二さんとかも含めてですけどもあのまあ80年前後生まれ、まあ、三宅さんやや若いんですけど、ね、84年だから、うん、でもやっぱりそのなんだろうもう映画監督も戦略的でないとダメな時代が来たようですね、うん、なんかその無防備に
取れるっていう時代、幸福な時代ではないっていうのはすごく感じますよね。もう監督ご自身がまあ活命的とも思います。そうですね、うん、プロデューサー的視点があるとか、ね、ないと無理ですよ、うんうん、それは特にその、はい、浜口さんや、まあ、深田さんっていうのは特に、まあ、まあヨーロッパってことになってるけども、うん、海外対日本国内だけで見せるっていう発想ではもうちょっとしんどいなっていうことになる。その、まあ、ロールモデルとしての、まあ、黒沢さんがいたりだとか、うんまあ、是枝さんがいたりっていうことはあるとは思うんですけどね、うんうん、でも何かその言語っていうところにこう言葉っていうところにこうぐっとフォーカスしたっていうのは何かその国際性という意味でもすごく何か大きいかなと思いますけどね、うん、でも今回やっぱり多言語が出てきたことはやっぱり次が何かあるじゃないかなと思うんですよ、国際的なものが、うん、はい、そうですよね、うん、だからその何かの練習布石だとすれば、そうですね、ここですよね、そうですね、他の取材も読みましたけどやっぱり最近海外の映画祭がよく行ったことで何か新しい体験が、うん、やっぱりいろいろあったから今回こういった形で、じゃあ次、まあ今回でじゃ今年って浜口イヤーで言えるじゃないですか。そうなんでしょうね、もう全世界からいろいろ注目されてますし、うんまあ、映画祭もいっぱい行ってるから、うん、そのいろんな場所で必ずまた新しい発見が出てくると思うので、うん、そこが次の作品につながるっていうか、多分ある意味俳優さんが組みたい人ですよね。そうだから海外の俳優が絶対に一緒にやりたいって、うん、今後そうなりますよね、はい、うん、だって今回東京国際映画祭ユペールさんと対談する、そうだね、出ちゃう、はい、でそうです、ね、それこそ本スタンス怒ってきて何それ仕事取るんじゃねえみたいな俺の領土を表すんじゃねえ的なことになるのそのことで言うと、うん、ある種ドライブマイカーってその日本映画としての浜口映画のまあ集大成に近い、うんぐらいの感じはあるのかもしれないですよね。ちょっとその、言語っていう多言語っていうあの架け橋があることも含めて、うん、しかもやっぱり手話とかそこまで行ってるってめちゃくちゃ大きいなと思いますね、うんうん、手話も完全に越境ですね。そう、越境ですよね、はい、うん、すごく大きいもんね。だからその、うん、自分もやっぱり目が弱くなっていったりとか、はい、いろいろそのね、やっぱり身体知覚の衰えっていうのがあるときに、うん、何かその、そこを越境してくれる、そうですね、それこそコロナによってもう発音ができなくなった時代になもしかしたらね、そう、もう息を吐いちゃいけないみたいなことになったら、うん、もう手話でこう会話するっていう正解もあるかもしれない、うん、あるかもしれない、うん、そうそう、でもその、コミュニケーションっていうのはそうやって積み重ねていくしかないっていうことで、まあそこに映画っていう表現だったりメディアっていうのがどう絡んでいくかっていうことですよね。あとやっぱりそのさっきもちょっと言いましたけども、このフィクションでしかできないことをやるっていうのは僕すごく大きいなと思う。もちろんその偶然と想像、僕びっくりして素晴らしい作品だと思ったんですけど、位相で言うとあっちはややリアルに寄った、はい、やり方、うん、でこっちはもう本当フィクションのテキストテキストテキストの、うん、映画である、まあ、この2つがあるっていうのはやっぱすごく強いと思うんですけど、同時進行で、いやすごいですよね、はい、でも本当にそのやっぱりさ、現実に負けるっていうところはあるでしょ、今フィクションを作る時に、うん、そうなった時にこのだから演劇とか、うん、むしろその映画にとって鬼門だと言われがちだったような要素を大胆に取り入れて、うん、もうフィクションでしかできない世界を構築しているドライブ・マイ・カーはもう圧巻でした、うんうん、素晴らしい作品だと思います、うん、はい、という感じで2時間ぐらい2時間ぐらい過ぎました、ね、まあ、最後にじゃあちょっとなんか言い残したことで何でもいいですけど、一言ずつあればいいなと思います。どうぞどうぞ。いや、吉田大輝監督が出てるじゃないですか。それ言わないとダメなんですね、それびっくりした刑事の刑事ですね、広島北刑務所吉田大輝監督が登場するんです。やっぱりね、聞いたんですよね、ご本人に、その浜口さん、浜口さんの、やっぱり顔だって言ってました。確かに、まあ、顔とあとその、うん、岡田君と並んだ時 の, その緊張感を与える人は誰かって考えた時に、
吉高監督がいいなと。いやそれでもやっぱキャスティングは監督の顔まで考えてるっていうのはすごいな。ね、吉田大八監督と浜口さんっていうのも、うん、わけわかんないですよ。私もえって感じました、ね、見た時は。うどう作品としてはどう思ってらっしゃるの？ね、そこが聞けなかったけど、けどね、全くその受け付けない人だったら呼ばないじゃないですか。だからもうちょっと嬉しかったですね。嬉しいですね。うん、だからその全然違うように見える。うん、まあ、世代も違いますしね。うん、あのお二人がなんかこう手を結ぶ。うん、しかもその吉田大八監督の映画には塚本慎也さんが出てない。不思議な。つながってるで、そう、でもそれぞれ全然違う。違うだから似てる方が嫌なのかもしれないですよね。うん、むしろ違うことをやってらっしゃるから、ちょっとありかなと思う。うん、あとやっぱりその、監督さんでもそのなんか被写体として魅力的な方々やっぱ多いですよね。うん、なんかこう吉田大八さんもあのめっちゃ映るって言うと映らないんですけど。でもなんかあの自然な感じで。あの岡田さんを連行していく、ね、そうです、重要な役ですからね、あそこ重要ですよ、退場するから、そう退場をそう引き連れてるまさに退場シーンですよ、ね、退場シーンです、うん、そう思ったらすごい演劇の構造でもあるっていうか、うん、不思議な、うん、それが言い残したことで大丈夫です、そうです、はい、ジョーさんは、そうですね、私はやっぱり今回ロケ場所に関して少し言いたいのは、うん、あの私、まあ、森さんと何回もお話しましたけど、瀬戸内が大好きなんですけど、はい、今回のロケ場所はそこにしたのはやっぱりすごいなと思うんですよ、うん、あれはあの飛島海斗っていうところの、うん、あのある島なんですよ、大崎下島っていうところなんで、うん、で瀬戸内は今あの国際芸術祭がやって、まあもともと橋があの本州とつながってるのは四国と、うん、あのいろんな島が選べるんじゃないですか、うん、あえて芸術祭のところは選んでない、繋ってるところも選んでない、なるほど、いろん一番なんかまだ昔の風景が残されているところを選ぶのが、うん、やっぱりこの映画の主題とも繋がっていますし、うん、そういう瀬戸内全体を考えるとそういう未来的な感じも出ているので、その辺のまあいろいろ探してるなって、しかも釜山が辞めた後で時間少ないじゃないですか、そうです、そう、広島っていうイメージもやっぱり過去のイメージともつながっているから、その辺がすごくうまいし、あのシーンもね、あの橋のシーンが素晴らしかったです、どこで撮ってるのか、そういう、まあ、展望台のロケ場所とかも、あとあのバックミラーのシーンとかも、うん、バックミラー確かにねうまいですね、その辺がやっぱりバックミラーで見たトンネルの中のそういう時間の流れの使い方が、うん、なんか時間自体が止まっているような感じもしますし、うんうん、時間をもう曖昧化にするっていう部分もなんかこれが映画館っていうなんか暗い空間の中でまた別なあの体感ができるんじゃないかなっていう、ね、まあ、だからこの作品も本当にでかいスクリーンででかい箱で見るとまた 別の匂いがどんどん来るっていう感じしましたね、はい、確かになんか映画独自の時間が流れてるのがめちゃめちゃありますよ、はいはい、うん、なるほど、月永さんいかがですか最後、今日はちょっと好き勝手喋ってしまって大丈夫かな編集とかもねでも悪口は言ってないはずだと思う、大丈夫ですでもやっぱり本当にこのドライブマイカーって一つのちょっと事件というか、日本映画のここ10年20年の中でもちょっと飛び抜けてすごい、確かにあの作品だと思うの でこういう場に立ち会えたっていうのはすごく、うん、あの幸せだなと思うし、あとはやっぱりその、まあ、同世代ってどこまで言っていいかあれですけど、三宅さんにしろ、まあ、それこそ同期の瀬田夏樹さんもいますけど、うん、そうですね、まあ、今泉さんだったり深田さんだったり、こう何か日本映画の中でそのリアルな、それこそ特に会話ですよね、言葉をどういうふうにリアルに映すかっていうことをそれぞれの監督が全く違う方法で試していってる、その中で濱口さんはじゃあこうやりましたっていう一つの何か完成形のようなものを見れたっていうのは、ちょっといや本当今年これを見れてよかったなと思いますね、はい、
もしかしたら何十年後はこの年の話を思い出すと思います。そうですね、はいはい、森さんがセンベリのお話、はい、昔センベリで見た時の話と近い感じかもしれないでもなんか今だからその意味で言うとすごく実は充実してますよね、うん、あの才能、まあ、あのセンベリの年ってあのそれこそ奈良山翔平が、はい、そう取っちゃったタイプを逃がしてるんですよね、あの年はね。ああいう83年ですけども、まあ、相馬慎一もいたしっていうような感触が実はその、まあ、有功の天秤の春本雄二郎監督も含めて、あの、春本監督と濱口さんがちょうど78年の12月生まれでなんかすごい近いっていう話をちょっとこの前してたんですけども、はい、春本さんともねまた全然違うタイプで、あちゃあそのまあ、ダルデンヌ型 の、あの映画っていうものをすごくまたこうブローアップさせて、あの独自の道をやられてるなっていう、まあいきなり出てきた、40代ながら新鋭っていう感じなんですけども、だからすごくそのまさにおっしゃられたように充実している状況を感じますね。だからまあ こっからですよね、本当ね、あのまだだからこういろいろこの皆さんがやっぱ世界に届かせるっていうような意識で結構その固まってきてる、まあそのね、大体だから40歳ぐらい その若い監督さんがその辺でこうグッとこう凝縮力が高まってる感じが今すごくするんで、まあ本当この2、3年、5年、10年だったら結構状況、あの今ねあんまり明るい話ないですけども、うん、実は良くなっていく可能性っていうのはすごく感じる、まあ、そのもうまさに始まりですよねドライブマイカー。だから僕本当そのビターズエンドの試写室でドライブマイカーと有功の天秤のこうポスターが両方ビターズエンドさんなんで並べて貼ってあった時に、いやなんか結構いいいい感じになってるなっていうふうに思いましたしね、うん、まあなんかそれぞれ資質は違えどなんか強度のあるものをあの作っていっていただければすごく嬉しいですし、あとその偶然と想像に関してはまたなんかちょっと、ご本人来てくれたらいいのになそうですインタビューかなんかもちょっとまだお会いしたことないので、ちょっとなんかやれたら偶然と想像ご本人にいろいろ聞きたいんですよ。聞きたい。なんでこんなこと急にやろう。そうですあのあとやっぱりね お上手ですね。そうです、うん、なんかやっぱり前と違いかなり成熟っていうか、うん、言い方偉そうなんですけど、なんか感じますよね、はいはいはい、なんかその練習っていうにはお上手。練習じゃないです、うん、ショパンの練習曲みたいな感じ、まあ、そうですエキュードだけのエキュードもというね、そういうわけでもない、うん、だからまあだからエチュードって言ってそのクラシックの曲でね、もういろんな名曲ありますけど、うん、そういう感じですよね。そういう感じですよね、エチュードって弾いたら残っちゃったみたいな強度があって、うんうんうん、意外にそのなんか、うん、器用な面っていうのもちょっと感じたりして、うん、いろんなことやれる感じも面白いなと思ってますけど、ね、偶然とそうしかも予算がかなりそんなにかかっていないんですよね。シンプルですね。そうです、うん、そういう可能性も出てきたじゃないですか、あの制作費を考えたら人件費だけみたいな、人件費そうでしょうね、まあ、それもコンサートとつながっている部分はありますけど、あの制作の方規模に関しても、そうですね、はい、ちょっと本産つながりでも、はい、ノベール本産つながりでも偶然と想像またちょっと改めて、はい、なんか語れればと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。